ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ブラックホールキャノン、発射。うわ、何をするやめ、キャー。てばか、何やってんだよ。スパロボ、キュッケバインいいよね。ブラックホールエンジンか。その、2気筒で。DOHC みたいな。ブラックホールが何かわかってないだろ。エンジンすらわかってなさそうだが。うん、わかんない。アニメとか漫画とかじゃよく聞くけど、本物が何なのかって言われるとさっぱりだね。はっきり言いやがって。まあ霊夢が思ってるよりも、確実にやべえやつには間違いないぜ。やべえやつ。ごくり。よし、なら今回は、言葉としてはどこにでも頻繁に現れるくせに、その正体が謎なブラックホールについて掘り下げてみるぜ。おお、待ってましたー。それじゃ、ゆっくりしていってねー。というわけでブラックホールの正体に迫ってみようと思うが、まず霊夢はブラックホールと聞いて何を想像する？真っ黒、穴、吸い込む、脱出不可能、くらいかな？まあそのあたりだろうな。で、どうやって現れたと思う？いきなりポンってその辺に。物騒すぎるわ。まあ普通に考えたら、そんなとんでもない代物が何の前触れもなく、突如現れるなんてありえないだろ？宇宙に人間の普通が通用するかはわからないけど、普通に考えたらそうだよね。それはつまり、ブラックホールがブラックホールとなる前の何かがそこにあったわけだ。何もない宇宙空間には実際何もないし、そんな場所で何か現れたなんて聞いたことがないしな。要約すると、ブラックホールには原型があったってことかな？そういうことだ。じゃあそれが何かっていうと、恒星なんだよ。恒星って、太陽とかスピカとかシリウスとか、一人で勝手に見えたぎってる星のこと、表現がおかしいぞ。ま、自ら光を放出している星のことだな。恒星に何が起きてブラックホールになっちゃったの？超新星爆発だ。超新星、フラッシュマ、古すぎるだろ？中の人の年齢がバレるだろうが。ごめんちゃい。超新星爆発ってのは、恒星がどんどん成長していって寿命となった際に起こる爆発のことだ。別名スーパーノヴァと呼ばれてるぜ。これもブラックホール同様、アニメか漫画あたりで必殺技になってるから、言葉くらいは知ってるんじゃないか？言葉がかっこいいからね、意味は全く知らなかったけど、そんで、なんで爆発したらブラックホールになるの？まず超新星爆発を起こしてコアが残れば中性子星となるんだが、星の質量がアホみたいに重いと、爆発してもコアが残らない場合があるんだ。中性子星として、形を保てないほどの重力がかかったためと言われている。ふむふむ、そんな狂ったような重力はコアがなくても生きていて、どんどん周囲のものを引き込んでいくんだ。で、物が溜まるとますます重力は強くなって、やがて光さえも逃げ出せないようになり、ブラックホールになるんだね。って怖いよ。なるほど、真っ黒なのは光が逃げ出せないからだ。正解だ。結論を言うならブラックホールってのは、桁外れの密度と質量を持った光さえも逃げられないとんでも重力を持つ天体ってことだな。天体？空間じゃないんだ。天体の定義が、天文学の対象となる物体の総称だからな。人間の解釈上そうなるぜ。うん、とりあえずブラックホールの概要はわかったよ。で、正体は何なの？結局ただの吸引力の変わらないただ一つの。掃除機って、ダイソンじゃねえよ。ブラックホールの正体については、まずこいつの構造を理解することが重要だぜ。構造って、中身が見れるわけでもないのに、どうしてそんなこと知ってるの？あくまで理論上だ。つうか、何もかもが目で見ないとわからないってわけじゃないぜ。実際ブラックホール自体も、2011年9月に初めてその位置が特定。つまり発見されたんだ。は。ちょっと待ってよ、もっともっと前から、ブラックホールって言葉があったじゃん。実は西暦1900年前後で、ドイツの数学者カール・シュバルツ・シルト氏によって計算上、理論上は存在するとある程度わかっていたみたいなんだ。当時は信じてもらえなかったようだが、1900年、宇宙なんて夢のまた夢、ライト兄弟がリアルブーンやってる時代じゃん。リアルブーンってのがよくわからんが、まあそんな時代だ。当時の他の学者たちは彼を信じていなかったみたいだな。だが今になって脚光を浴びたって感じか。なるほど。それで話は戻るけど、ブラックホールの中身はどんな感じなの？そうだな。お前の知ってるブラックホールを想像してみろ。そんで俺に言ってみてくれ。何それ？ま、いっか。真っ黒な穴。オーケー。まずその真っ黒な穴が、自称の地平面。
と言うんだ。その境界線よりわずかでもブラックホール側に入れば、光さえも逃げ出せない。境界線から少しでも内側だとダメなんだ。もしかして、ここ戦場だし、入ってませーん。ってのもできない？できるか、で、もう一度お前のブラックホールをイメージしてみろ。そのど真ん中が、特異点、と呼ばれるブラックホールの中心部になっていて、引き込まれたありとあらゆるものは、そこに落ちていくことになる。地表の地平面には何もないの？ない。特に何もなく、特異点までの通路でしかないらしい。ちなみに、地表の地平面から特異点までの距離を、シュバルツシルト半径、という。そんな難しい言葉を理解するなど、無理の一言を。順番じゃねえよ。兄さんに謝れ、で、常時何かを引き込み続けるブラックホールは、当然宇宙空間に存在するいろんなものを引き込んでいくんだが、いきなり地表の地平面に入っていくわけじゃない。え？吸われて消えちゃうんじゃないんだ？確かにいずれは特異点にまで至るんだが、それ以前にブラックホールの周囲に円盤を作るかのように、ぐるぐると回り始めるんだ。これを、膠着円盤、という。そしてどうなるの？膠着円盤としてぐるぐる回る物質は、やがて地表の地平面スレスレの位置、つまり境界線上である、最終安定軌道を経由して、ブラックホール内に至るんだよ。そして地表の地平面を落ちていって、特異点で未来永劫の時を過ごすんだね。うわ、怖ぁ。いや、全部が全部そうじゃないんだぜ。嘘？一巻の終わりでしょ？いろんな物質を引き込むブラックホールだが、一部外へ吹き出すことがあるんだ。これを、高速ジェット、と言って、今はあまり詳しいことがわかっていない。殺虫剤みたいな名前だね。とどのつまり、ゲップみたいなもの？あんまりにもあんまりな例えだな。まだ飲み込まれたわけじゃないから、正確には違う。でもさ、外に放り出されたとしても、また吸い込まれちゃうんじゃないの？ほぼ高速で、何千光年も飛ばされることもあるらしい。エクストリームゲップだね。近くにいるだけで地球滅びるよ。胸熱。とまあ、ブラックホールというのは、このような構成で成り立ってると言われているんだ。それが正体なの？構造は分かったんだけど。さて、ようやくここからが本題だ。じゃあ今言ったような構造を持ったことで、桁外れの密度と質量を持った、光さえも逃げられない、とんでも重力を持つ天体、となったブラックホールとは何なのか。その性質に触れていこう。いよいよ本番だね。まずブラックホールという天体は、天体と言いつつ星のような形状。いや、そもそも形状などなく、人間が行ったところで降りる場所はない。内部には特異点があって、いろんなものが集まってるんじゃないの？理論上そうなっているだけで確証はないし、廃炉にも入ったらそこでおしまいなので、知りようがないってのが実際のところだぜ。やっぱり出られないんだ。出られない。地表の地平面にわずかでも入ったものなら、宇宙空間のとてつもない重力により、スパゲッティ化現象を起こして最終的にはバラバラ、素粒子レベルになる。バラバラ。穏やかじゃないね。てかスパゲッティ化って何？スパゲッティ化現象ってのは、まず地表の地平面は光すら逃げ出せないって言ったろ？つまりはそこと宇宙空間の境界線が、アホみたいな重力の有無の境目になるんだ。地表の地平面からは、桁外れの重力ってことだよね。そうだ。宇宙空間とそこの重力差がすごいために、例えば先に頭から入ったとするなら、境界線から内側に入った瞬間アホみたいな重力に引っ張られて、頭がめっちゃ伸びたように見えるんだよ。だからスパゲッティか。そういうことだ。まあ地球から見た場合、ブラックホールに引き込まれそうな人は止まって見えることになるんだがな。はい、どういうこと？めっちゃ簡単に言うが、一般相対性理論によると重力があればあるほど、時間の流れる速度がゆっくりになるんだ。なんで？だから相対性理論。いや実例を使おう。霊夢、人工衛星は知ってるな？バカにしないでよ。なんか宇宙に飛んでる機械でしょ？天気見るやつ。なんとなーく知ってる感じみたいだから OK だ。人工衛星は、地球から離れた軌道衛星上にあるため、つまり重力のない場所にあるため、時間の流れが速く、内蔵時計を調整して毎秒100億分の 4.45 秒だけ遅く進むようにしているんだ。え、実際に遅く進ませてるの？その通りだぜ。まあ速いって言っても、誤差ですらない範囲だがな。でも実際、重力のある場所では時間が遅く進むってことはわかるだろ？よー、すぐ納得できちゃったよ。だが、ブラックホール内の重力は桁違いだ。ちょっと遅くなる、なんて次元の話じゃない。ああ、だからもし肉眼で、
重力のない場所からブラックホールに落ちていく様を見れるとするなら、その人がそのまま停止しているようにしか見えなくなるんだ。察しがいいな、正解だぜ。もっとも、本人はそのまま事象の地平面を経由して、得意点に向かっていると自覚するとのことだがな。うん、それだとおかしいよね。だって、見える範囲でその人が止まってるんでしょ？なら本人も止まってなきゃおかしいじゃん。その人が二人いることになるよね。いいところに気がついたな。その現象を、物理学者は、ブラックホール情報パラドックス、と呼んでいるんだ。要は矛盾ができちゃったんだよね。だな。でも近年、画期的な解明方法が提唱された。発見したのは学者のレナード・ジュースキント氏だ。すごい、こんな難しいこと解明しちゃったんだ。ワクワク。なんとその理論は、ブラックホールに入った自分を見る方法なんてないからパラドックスなんてない、とのことだ。何それ、気持ちはわかるぞ。でもな、外の人からすればブラックホールの中なんて見れないし、中の人はブラックホールの外を見れないからな。つまり、物理法則が破られた瞬間を誰も見ることができないから、破られてないって考え方なんだよ。それだから物理学者は。そんで、ブラックホールってのは決まって銀河の中心にあるようなんだ。銀河？確か太陽系って、天の川銀河なんだよね。その中心にもブラックホールがあるの？ある。イテザエースターと呼ばれ、文字にするとイテザに8アステリスクとなる。なんで銀河の中心にあるの？実のところ、ブラックホールと銀河の関係については、まだはっきりとしたことがわかってないんだ。それができてから銀河になったのか、銀河ができた後で生まれたのかすらわからない。完璧に理解されてないものだから、どうしてもちょくちょく、不明、が出ちゃうね。そこはもう仕方がないな。今後の研究に期待だ。そして、さっき霊夢はブラックホールが真っ黒って言ったよな。実は天体としては、宇宙で最も明るいものの一つなんだぜ。何言ってるのかさっぱりわかんない。引き込まれる何かは、ブラックホールの周囲をぐるぐる回る膠着円盤になるって言ったろ？で、ブラックホールに近づくにつれてどんどん速度を増すから、摩擦だったりぶつかったりで熱を生んで発光するんだよ。摩擦熱でどんな温度出しちゃってくれてるのさ？あ、でもどうして速くなるの？これも簡単に言うが、風呂の水抜いてる時の後半、排水口の穴の部分に渦ができるだろ？そのあたりはすごい勢いで吸われているのに、穴から離れるとゆっくり水は動いているよな。おお、めっちゃわかりやすい。つまり、風呂でいう排水口の穴に近づき速度が増すことで、物質が速く動くためにエネルギーが生まれるってわけだ。まあその規模は、風呂なんて比較にならないけどな。なんとなーく、少しずつブラックホールが分かってきた気がするよ。で最後、ブラックホールの中には別のブラックホールがあるかも、なんて説もある。ちょっとわかりかけたところでまた混乱を生じさせる。宇宙がよくやる手口だよ。ブラックホールの中には別の宇宙が広がっていて、またその宇宙にあるブラックホールの中には別の宇宙が存在していて。金太郎雨か。後半の金太郎、もうなんか疲れた顔してるでしょ。まあこれはあくまでも仮説だからな。その他ホワイトホール説っていうのもあるぜ。出た、筋肉マンがやったやつ。え、じゃねえよ。相手はブラックホールだったけども。確か、ブラックホールに吸い込まれた何かを吐き出してくれるんだよね。そういう説もあるが、吐き出し尽くしたら消えるじゃん、な矛盾もあって、今一つ存在に関しては懐疑的な部分があるな。個人的にはあってほしいな。気休め的な意味で。まあ、以上がブラックホールの持つ性質だ。で、だから正体は何なの？つまりは、特異点とか事象の地平面などの構造を持ち、桁外れの密度と質量を持った光さえも逃げられない割に、やたらと光ってる、地球視点で全く時間の進んでないとんでも重力を持つ、ドキドキ、わけわからん天体だ。ふざけんなー。さて、今回はどうだった霊夢？うん、ますます謎が深まったね。時間返して。そう言うなよ。ある程度、ブラックホールがどういうものかってのはわかっただろ。そうだけどさ。まあ、とどのつまりは、まだわかってないところが多すぎるってことなんだね。そういうことだな。ただ近年ブラックホールが実際に見つかってるから、今後ますます研究は進んでいくだろうぜ。いつか、ブラックホール7日間の旅、なんてできるのかな。時間航行とかできるようになったらそれもあるんじゃないか。夢が広がるぜ。よいこの諸君、悪魔超人ブラックホールはなんかと宇宙を匂わせているが、出身地は地球のバミューダ海域なんだぞ。ためになるな。って4次元殺法コンビじゃねえよ。もういいわ。
ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。ぐぬぬ。もし太陽系にブラックホールがやってきたら、もうおしまいだー。あばばば。来ないし、来た頃に我々はいないから安心しろ。って聞こえちゃいねえ。あ、そうだ。ブラックホールをぶっ壊しちゃえばいいんだ。これだ、これしかない。いやー、それはちょっと非現実的というかなんというか。方法はあるでしょ。頭いい人はいっぱいいるんだからさ。なぜ他力本願なのか。じゃあ今回は、ブラックホールを破壊する方法について解説してみるか。それじゃあゆっくりしていってね。まあ、まずはとにもかくにもブラックホールの構造からだな。霊夢はどのくらい知ってる？真っ黒。めっちゃ吸う。おしまい。くらいだね。OK、全く知らないな。てなことでこのブラックホールについてなんだけど、直訳すや黒い穴で、秒速約30万 km、つまり光さえも脱出できないほどの重力を持っている。もうそこが終わり感かもしてんだよね。光が抜け出せないってなんなのさ。だからこそ光では観測できず、ただでさえ黒い宇宙にぽっかりと穴が開いた様相になるんだよ。でもさ、どっかまでは脱出できるみたいな話を聞いたことがあるような。お、覚えてくれてるな。光がブラックホールから脱出できる限界の距離は、シュバルツシルト半径。その半径で描かれた仮想の球体のことを、自称の地平面と呼ぶんだよ。ああ、その名前も聞いたことがあるね。何せブラックホールの話題って何度も取り上げてるし。それと、そういえばブラックホールってくるくる回ってるって話だったんじゃなかったっけ？それは膠着円盤のことだな。ブラックホールの強い重力に引き寄せられたガス等の物質は、吸い込まれつつもブラックホールの周囲を高速で回転しているんだよ。それのことだ。そんなブラックホールだから、それ自体を直接観測することはできないってことなのさ。なんで？そりゃ直接光を発しないし、光すら逃げ出せないんだから人間の目で見えるわけないだろ？じゃあこれまで聞いたことのある観測って何なの？確かにブラックホールそのものは観測できない。だけど膠着円盤が光、すなわち電磁波を出すので、それの様子を観測することで、間接的にブラックホールを観測できるって寸法なんだよ。なるほど。それがブラックホールの構造か。いや、肝心なものがまだ残っている。それは特異点と呼ばれる構造で、すべての質量がそこに押し込められ、周囲の時空間を大きく歪ませていると考えられているんだ。恐ろしいところだね。私が入ったら妙運ってなっちゃうよ。妙運で済めばいいんだけどな。で、霊夢。ブラックホールは何をもたらしてくる天体なんだっけ？え？何でも吸っちゃうやつでしょ？ダイソンかおまけの。掃除機と一緒にすんな。実はブラックホールって全ての物質を吸い込むだけじゃなく、物質の一部をジェットとして吐き出してもいるんだよ。どうしても吸うイメージが強いけど。そうだったの。白鵬はホワイトホールって印象があるんだけど。そりゃまだ仮説の天体だ。そんでこのジェットも電磁波を放出するため、観測することが可能なんだ。あ、意外と観測する機会はあるんだね。だからこそのこれまでの発見か。そういうことだな。ざっくりだけど、これがブラックホールの構造だと思ってくれ。そんでお次は、ブラックホールが地球と接近した場合に何が起こるかって話なんだが、それが怖いんだよねー。いきなりポンって現れた光景を思い浮かべると恐ろしいよ。そんなことはありえないんだけどな。まあいいや、それを想定としようか。まず半径1センチメートル、コインサイズのブラックホールが突如地上に現れたとする。なんでその大きさなの？現存できる最小くらいだからだよ。粒子加速器でブラックホールを生成したとしてもすぐ蒸発するし、それだと特に何も起きないからとりあえずこのサイズが生まれたと仮定させていただく。でもさ、そんな小さなやつじゃ大したことないよ。もっとでっかいやつじゃないと。まあまあ聞いてくれよ。ちなみにこのサイズでも、質量は地球と同じくらいだ。なん、だと？さて、まずブラックホール近傍では、バカみたいな重力が働くために付近の何かはもう粉々だ。そんで、ブラックホールに近いほど重力は強くなるから、もし足元にそれがあったとした場合、足にかかる重力が頭よりもはるかに強いことから、まるで引き伸ばされるように吸い込まれていくんだ。あ、確かスパゲッティ現象だっけ？ミョインって伸びてくように吸われるって。そうそう。なおその際の超積力は、地球の重力の8兆倍以上になるそうだ。出た、また超って単位。さすがは宇宙。かといって、少し離れた場所でも、そうだな 20km としようか。そこでもその超積力は、地球の重力の約10倍。ドラゴンボールで言えば惑星群だ。例えがわかんないよ。宇宙飛行士の訓練で、8G やら 9G といった重力加速器による訓練があるけど、それに近いかな？ま、どのみち一般人じゃたちまち気絶してはいおしまいだよ。じゃあさらに遠くに行ってみよう。そうだな、ワイハーにブラックホールができた際の日本の影響だが。ワイハー？日本にいる人は、自分の身体の重さが 1.7 倍程度になると考えられている。さらには地面が東西方向に、
30度傾いているように感じられるだろう。まあ日常生活は送れないんじゃないかな。なんで？重力って下に働いてるんでしょ？横に引っ張られるんじゃないの？おいおい、地球は丸いんだぞ。ハワイにまっすぐ飛んでいけるわけないじゃないか。さらに、今まで地球の中心に向かっていた重力が、地球とブラックホールの共通重心に向きを変えるから、これまでの真下に引っ張られる感じから大きく変化してしまうんだよ。共通重心？物体が完全にバランスを取るために、その質量が全ての方向に均等に分布している点のことを指すんだ。地球と月もその関係で、霊夢は重力が真下と言ってるけど実はちょっとずれてんだぜ。へぇ、てかさ、コインサイズのブラックホールがその関係を蹴散らすわけ。そういうことになる。で、その後は火山が噴火するわ、大気が吸われて気圧が低くなるわで、もう地球は偉いこっちゃに。さらにブラックホールはいつまでも地表に止まってるわけじゃない。え？もしかして進むの？なんで？地球だって重力があるだろ。その方向にブラックホールは進む、つまり地球を掘り進めるんだよ。ギャース。やがて地球の重力の中心にまで到達するんだけど、そこでようやくブラックホールは動きを止めるのさ。で、その間も地球の物質は吸われ続けると、終わりや、もう終わりやで。ん？そうだな。そのサイズのブラックホールだと、全部吸い込むまでにめちゃ時間がかかるぞ。そうなんだ。まあよく考えたらコインサイズと地球だもんね。どんだけかかるの？一週間くらい？数十億年。途方もない数字だった。でも、いずれ吸われ尽くすには変わりない。コインサイズだとしても恐ろしいもんだ。ほんとだよ。で、今回はこのブラックホールを完膚なきまでに叩きのめしたいんだって。叩きのめして、まあいい、続けよう。ま、これまでの内容の通りこのブラックホールってのは、破壊するどころか、何もかもを破壊してしまう天体だと言っても過言じゃない。じゃあそんな破壊神のようなブラックホールをどう破壊するかについてだけど。あれだね。地球の核全部持ち出して、ブラックホールにドカーンって一撃だよ。ま、そうしたと仮定しよう。地球上にある全ての核を持ち出して、ブラックホールの至近距離で、爆発をさせたとする。もしそれができたとしても、破壊するどころかパワーアップするだろうな。ええー、なんで？核だよ核。まずその核なんだけど、全ての核の中で、そして単一兵器としては人類史上最大と言われている。サーリボンバを例にさせてもらおう。こいつの威力を霊夢は知っているか？そりゃ人類史上最強なんだから、日本に落とされたやつよりは威力が高いんだよね。そいつの3300倍の威力だ。その爆発は 2000km 離れた先でも確認可能なんだよ。なんじゃそら。話が脱線しちゃうけど、なんでそんなものが必要なの？それはこの核を作ることを決めたやつに言ってくれ。そんで地域は半径 6.6km。爆風による殺傷範囲は 23km。爆発の衝撃波は地球を3周したそうだ。なんか実際に爆発させたみたいな言い方、実験があったか。でもそんな威力ならブラックホールだって。とりあえず天の川銀河の中心にあるブラックホール、イテザエイスターを標的にするけど、こいつの直径が2400万キロメートルと言われている。この時点で土台無理だな。花火程度でしかなかった。でもさ、この核を1000個準備したらいけるんじゃないの？全然無理。ブラックホールってのは、その周囲にある物質やエネルギーを飲み込んでしまう。よって、核が爆発した際のエネルギーはブラックホールに全て吸い込まれることになってしまい、吸い込まれたエネルギーは質量に転じ、ブラックホールがさらに巨大化してしまうことになるんだ。キャース、核のエネルギー吸収するとか、どんなラスボスやねん、てか吸う力が強すぎるよ。そりゃ光さえも抜け出せないんだからな。人類の作ったエネルギーなんてお茶の子さいさいだよ。じゃあさ、ブラックホール同士をぶつけたらいいじゃんか。お前、太陽系に来るなって話が発端なんだから、それだと本末転倒じゃないか。まあでも興味はあるな。まずブラックホールが衝突するケースといえば、おそらくは連星系をなさなければ難しいだろう。うっかり出会う確率なんてほぼないんだから。連星系？つまり、近くにあるって認識でいいの？それでいい。で、連星系の二つのブラックホールは、まず螺旋を描きながらお互いに落ち込んでいく。両者が近づくにつれ、周囲の空間の歪みがどんどん増すことになり、最後は、ドキドキ、合体する。強化してんじゃねえか。そんで、より大きなブラックホールとなるんだけど、この新たに生まれたやつってのは、もともとあった二つのブラックホールの、それぞれの半径を足したものになるそうだ。なんてこった、1たす1が2になりやがった。ま、でもそんなことありえないからいいけど。ありえない？ここ近年で、過去最大のブラックホール同士の衝突があったとしてもか？あるの、しかも案外最近。これは2019年5月21日の話だ。遥か遠方で発生した重力波が地球に到達したんだけど、
これがアメリカのライゴと、イタリアのバーゴという二つの重力波観測所で捉えられたんだよ。重力波、つまりそこにブラックホールがあるってこと？話が早くなったな。そんで天文学者たちがその信号を分析したところ、これまで検出された中で、最大の衝突であること、そして理論上ありえないブラックホールだったって手がかりを得たのさ。最大級とかじゃなくて、ありえないってところにありえなさを感じるよ。その重力波に与えられた名は GW19521。調べによるとこの重力波は、それぞれ太陽の66倍と85倍の質量を持つ2つのブラックホールがお互いの周りを周回した後、合体して、太陽の142倍質量のブラックホールを新たに生み出したんだよ。マジでほぼ1たす1イコール2だった。そんな単純なものなんだね。ちなみにどのくらいのエネルギーなの？観測では、太陽を構成する原子に含まれる全エネルギーの約8倍のエネルギーを重力波として検出した。わかりやすく言うと、毎秒1000兆個以上の原子爆弾を138億年間爆発させるのと同じなんだ。はい、おしまい。ブラックホールにブラックホールをぶつけるのは最大の悪手と。もし人類がそれをできるとして、ブラックホールを破壊したいがための策としては最悪になるな。じゃあ一体どうしたらいいのさ。何か他にぶつけるものとかないの？普通のジャス割れるから。ブラックホールに反するような何か、みたいな？そんなのがあるかどうか知らないけど、となると反物質かな？何それ？名前がそのまんまだけど、反物質ってのは、ある物質と比して質量とスピンが全く同じで、構成する素粒子の電荷などが、全く逆の性質を持つ反粒子によって組成される物質の一つなんだよ。まるでわからねえ。要するに、この場合だとブラックホールに反する物質ってことでいいの？今はその解釈でいいよ。さて、これをそのブラックホールと同等の質量をぶつけてみようと思う。おお、なんか期待できそうな感じ。これでついに悪の親玉もザ・エンドか。ジ・エンドな。ところがどっこい、ブラックホールが取り込む物質は構成する電荷を問わないんだ。は、もしかして無視するってこと？この言い方だとそういうことになる。よって、普通の同じ質量の物質を取り入れたのと変わりがない。なんじゃそりゃー、ってことは、またしても巨大化するってこと？だな。反物質の反の部分を無視するんだからたまったものじゃない。じゃあさ、反物質でできたブラックホールなら、ああ、その発想か。結局それも同じことだ。反物質の電荷は問われないことから加算されるだけ。で、肝心の反の部分は消えてなくなるから、普通のブラックホールが衝突するのと変わりないんだ。つまり、またしても1たす1が2になるんだね、なんてこった。ん？待てよ。ブラックホールそのものを全部ぶっ壊そうとするからダメなんだよ。まずは外堀から攻めれば。甲状腺じゃないんだぞ。でもその思いつきはいいと思う。ブラックホールの外堀だから、つまりは事象の地平面ってことになるかな。そこを破壊しようと動くことにしてみよう。なんでそこなの？光が脱出できる限界、境界線だからだよ。ここまでなら人類は覚知できるからな。そんでこのブラックホール、回転しているってのは先の説明でわかっているよな。そうそう。回転して、ん？そういや、なんで回転してるのに座れるの？普通外側に飛ばされない？その理屈はブラックホールに当てはまらない。当然回転することにより遠心力が働くから、いくらブラックホールといえども外に押し出そうとする力は働くことになるんだけど、それ以上に重力の方が強すぎて、まるで歯が立たないと言っていいだろう。そんな巨大なやつが回転しても、遠心力の方が負けちゃうわけなんだね。ああ。だがその回転がミソで、もしブラックホールの重力を超える回転があれば、事象の地平面を吹き飛ばす、つまり破壊できるって思わないか？まあそうだけど、そんなにうまくいくの？それにまだ事象の地平面以外は残ってるよね？そこは大丈夫？もし事象の地平面を破壊できた場合、その重力は飛躍的に弱まるとされているんだよ。じゃあそのために何をすればいいかって話だけど、それは回転数の多い物体をブラックホールに与えることだ。具体的に何を与えるの？知らん。なんじゃそら、何の解決にもなってないじゃん。仕方ないだろ。ブラックホールの外周を回る速度に、見合う回転数を持つ物質なんてさ。でももしそれを成すことができれば、ブラックホールの電荷や回転速度が、質量増加に伴う成長速度よりも速くなることから、事象の地平面が破壊されるとされているんだ。おお、ついに解決案が、これで太陽系も安心だね。まあこの理屈についてはまだ議論中だそうだが、可能性としては十分あり得るだろう。一定の供給量を超えたブラックホールは、マイナスの電荷を帯びることで反発力が増し、物質を跳ねのけて過剰とも言える供給を拒否するんじゃないかって考えられてるんだ。そういう風になると、上限になったっていう解釈になるの？ブラックホールが？だな。それがすなわち上限、それ以上物質を飲み込むことができなくなるとのことだな。
ただし、ブラックホールに対して過剰に物質を供給するためには、その供給量が上限に達する直前に、適切な量の物質を適切な方法で与えるという手順が重要になるみたいだぞ。適切って何？結局それはどのくらいの量でどんな手順なのさ。それがわかれば苦労しない。ご存知の通り、同じブラックホールでも大きさは異なってるし、そもそもブラックホール自体がまだよくわかってないんだから、何が適切かなんてこれからだろう。つまり結論としては破壊は不可能ってことでいいの？今のところはな。だけど、今の事象の地平面の破壊ができたらできたで困ったことになる可能性がある。どういうこと？狙い通り壊れてくれるなら万々歳じゃんか。いや実はな、事象の地平面を破壊することで特異点があらわになると考えられてな。特異点ってあれでしょ？さっきも言ってたけど、ブラックホールの要っていうか中心っていうか。そうそう。それがあらわになることで、人類の持つ物理学を崩壊させると言われているんだよな。どういうこと？なんで特異点が出ただけで物理学がぶっ壊れるのさ。ちょっと難しいぞ。まず特異点ってのは、その密度や重力が無限大と考えられている。いきなりとんでもない理論が来た。無限大とか軽々しく使わない方がいいよ。うるさいな。てか、これでピンとくるだろ？物理学に無限大なんて存在しない。ああ、そういえば、でもそもそも無限大なんてありえないじゃんか。少し特異点について話そう。正式には重力の特異点って言って、一般相対性理論に登場してるんだ。で、それをもとに、ブラックホールを発見した物理学者、カール・シュワルツシルト氏は、まず一般相対性理論を普通の星のような球状の質量を持つシンプルな天体に当てはめた。シュワルツシルトさんってもしかして、ああ、シュワルツシルト半径の人だよ。すると天体の中心からその半径の距離だけ離れた位置に特異点。要するに一般相対性理論が成り立たなくなる場所があるという計算結果が出たのさ。そこだけがおかしいってこと？この流れだとそうだな。当面議論になったそうだが、一応はシュワルツシルト半径より、星の半径の方が大きければ問題ないということが発覚。そこで落ち着いたんだけど、まだ問題があったわけだね。ああ。例えば太陽のシュワルツシルト半径は 3km なのに対して、太陽の半径は約 70km。よって一般相対性理論で説明が可能だ。だけど星の半径がシュワルツシルト半径を下回った場合、説明がつかなくなるんだよ。しかも現実にある天体がその半径よりも小さくなるほど強く圧縮されると、ブラックホールになってしまい、その中心では強力な重力で物体が無限に小さな点に押しつぶされるのさ。なんでそんなことに？って、そこがわかんないのか。そんな特異点だ。実際のところ、これはブラックホールの中心に存在するわけではなく、時間や空間が歪んでいることから、今我々のいる時間よりも未来にあるんじゃないかって話なのさ。つまりわけわかめってことか。まさかブラックホールじゃなくて物理学が破壊されるとは。でもさ、別に未来にあるだけならそれはそれでいいんじゃないの？そんなものがあらわになったら、物理学だけじゃなくて時空の構造が崩壊してしまって、時間やら空間やらの概念まで消滅するかもしれないんだぞ。つまり宇宙のおしまいだ。ジーザス、まさかブラックホールの話から宇宙崩壊の話に繋がるとは。ってことは事象の地平面ってさ、宇宙崩壊を防いでくれてるんじゃないの？そういう解釈もありだな。ま、それは理論が正しければって前提があるけど。ふむ、つまりはブラックホールを倒す手段はなくて、消えるのを待つだけってことだね。倒して、それに、消えるのを待つって言ってもそれも難しいところがあるぞ。なんで？なんだっていつかは消えるじゃんか。まさかブラックホールだけは永遠にあるとか。そうじゃないんだ。ブラックホールを周囲への影響なく破壊する方法ってのは、今言ったように待つしかないんだけど、それにはホーキング放射を出し尽くすのを。ただじっと待つってのと同義で、それしか今のところ方法はないってことなんだよ。はい？ホーキング放射？何それ？イギリスの理論物理学者、スティーブン・ホーキング氏が提唱、指摘したブラックホールからの、熱的な放射のことを言うんだ。別名ベッケンシュタイン・ホーキング副社とも言う。あ、その名前はさすがに聞いたことあるよ。超有名だもんね。だな。これはブラックホール近傍の量子力学的な真空の揺らぎから粒子、反粒子が再生成し、一方がブラックホールに取り込まれ、もう一方がエネルギーを持ったまま放出されるという現象だ。またしてもわからねえ。もうちょいわかりやすく説明できないの？なんという言い草。ん？そうだな。最初の方でブラックホールは吸い込むだけじゃなく、放出もしてるって言っただろ？まさにそれのことで、極微量の放射を行いながら徐々に蒸発してるんだ。どういう原理なの？それを聞いていいのか？かなり難しいぞ。だから、それをわかりやすくしろって言ってんの。またしてもなんたる言い草。
まず真空中では、無カラタイズペアの粒子が自然に発生しているんだ。だけどこの粒子、発生直後に再び出会い、合体して消滅してしまうという結果となる。なんじゃそら。発生しても意味ないじゃん。あるんだよ。まあそれは置いておいて、この現象をまとめて揺らぎと言うんだ。で、この揺らぎ、常に生成と消滅を繰り返していることから平均化され、何も起きてないように見える。だよね、勝手に生まれて勝手に消えてんだから。そんでこの揺らぎは、宇宙中のどこでも発生しているんだよ。ブラックホールの近くでも例外なく。宇宙中っていうのならそうなんだろうね。でもそれがどうかしたの？そこなんだよ。事象の地平面からの内側からでは、物質もエネルギーも脱出することができない。でも、そのすぐ外側であればそんな制約はなく、普通に宇宙を漂うことができる。へ？じゃあお互いがぶつかることなく、片方だけがどっか行っちゃう場合があるの？そう。ペアの粒子が発生し、一方が事象の地平面内に至るとこの粒子は二度と発生することはないんだ。消滅することもないまま、事象の地平面から免れた粒子はブラックホールから離れていくのさ。前置きが長くてわかんない。ズバリ言ってよ。まだ気づかないか？この放出は熱的放射であり、放射の絶対温度はブラックホールの質量に反比例する。よって、この状況を繰り返すことでブラックホールは少しずつ痩せ細り、やがてその姿を消すのさ。ああ、本来ならセットで消滅しなきゃいけないのに、片割れだけが吸い込まれたから、ブラックホールから飛び出して、その分の質量が減るっていう理屈か。OK、理解してくれて何よりだ。それにより、ブラックホールは消滅してしまうんだよ。あるじゃんか、やっつける方法が。あ、ちなみにどのくらいそれを繰り返したら消滅するの？宇宙の年齢の10の34乗の期間。それはもう無限って言うんだよ。なんだ138億年の10の34乗って？まあ理論上可能ってだけの話だからな。そして、それしか今のところ方法がなかったりする。ここまで来てようやく理解したよ。ブラックホールの破壊は人為的にも自然にも無理ってことなんだね。生まれちゃったら、もうそこから逃げるしかないのか。まあそういうことになるってことで、あまり気を落とすな。絶対来ないから。ああ、そういやその寿命ってブラックホールごとで違うの？早く消えるやつとかそうでないやつとか。あるぞ。10の11乗キログラム程度のブラックホールなら、その寿命は138億年ぽっちだ。138億年ぽっちというパワーワード。じゃあでっかいやつは？太陽質量のブラックホールであれば、10の67乗年ってところだな。終わりが見えん。うん、見えないね。てか、同じブラックホールでもそんなに差があるんだね。そもそも、そんなに待てないよ。先に宇宙の寿命が来ちゃうんじゃないかな。あ、余談になるけど、宇宙の寿命とかあるの？あるとするならあとどのくらい？スバル望遠鏡で集めたデータと、ダークエネルギーの推定量をもとに分析を行った結果、少なくとも宇宙の余命は1400億年くらいはあるって計算だ。従来の考えだと、残り数百億年で宇宙は終わると考えられていたから、大幅に寿命が伸びた形だな。とはいえ、それでも余裕でブラックホールの方が長いという、つまり本当の結論は、ブラックホールは破壊できないし寿命が終わるのにも期待できない、ほぼ永遠のものってことだね。ついに結論が出たな。いやはや、超新星爆発を起こすたびにこんなのが生まれるのは怖いものだ。ほんとだよ、いつか宇宙中ブラックホールだらけになるんじゃないの？てか、実のところそれが宇宙の寿命ってところもあるんじゃないのかな。そういう銀河もあるそうだ。ま、少なくとも我々には無関係さ。気楽に行こう。ゆっくり霊夢と。ゆっくりマリサだぜ。あれ？何この画像、すごい綺麗だね。満天の星空って感じだよ。ん？もしかして、この白い点を恒星か何かと思ってるのか？そうだよ。てか、それ以外何があるのさ。こんな綺麗なのお星様しかないじゃんか。これ、全部ブラックホールなんだぞ。はい？じゃあ今回は、ブラックホールの数の謎について解説するぜ。それじゃあゆっくりしていってね。待って待って待って、全部ブラックホールってどういうことなのさ。話の流れ的に、早速本題に入った方が良さそうだな。ということで始めるんだけど。あいにくだが、今の画像に映る白い点は全て活動中の、超大質量ブラックホール、なんだ。マジで？てか一体どんだけあるのさ。しかも、超大質量、ってパネーやつでしょ？まあな。この場合の超大質量ってのは、太陽の10万から100億倍の質量となるそうだ。10万から100億って差がありすぎじゃん。しかも、10万だとしてもとんでもねえ質量だし。100億だと一体どんなやつなのか、もはや想像もつかないレベルと言えるだろうよ。で、この画像は2021年に公開されたものなんだけど、そんなパネーやつが2万、5000個あるそうだ。じゃあ、なんだその数、吸い込まれる。そもそもなんでこんな画像があるのさ。とりあえず意味不明なほど遠いから安心しろ。
なお画像の経緯だけど、超性能の電波望遠鏡によって作られた。史上最高に詳細なブラックホールの地図、という立ち位置なんだぜ。具体的に、どうやって作られたの？パシャって撮ったの？そうだな、簡単に言うと、ブラックホールから放たれた超低周波の電波を捉えて可視化って感じかな？ごめん、全然簡単じゃない。もっと深く掘ってよ。わかってる。まずブラックホールって光すら逃げられないというだけあって。特に何をすることもないブラックホールを見つけるのは至難の業だ。なぜなら放射線を出さないからなんだ。なるほどね。でもさ、何かしているブラックホールも多いんでしょ？何かしているブラックホールの実数なんてわからないけど、そういうタイプのものもあるだろう。要はめちゃくちゃ物質を飲み込んでいる最中とかな。そういうブラックホールについては、その周囲にある塵やガスの円盤から、強力な放射線が放たれることで人類は察知できるんだ。つまり、天文学者がブラックホールの存在を知ることができるのは、そんな放射線があるからだね。正解。そんでこの度、ブラックホールから放たれた超低周波の電波を、オランダにある電波望遠鏡、ローファー、で捉えて可視化して、最初にお前が見ていた画像となったわけだ。そういう経緯か。で、そのローファーってどんな望遠鏡なの？すごいの？すごいかすごくないで言えばすごいとしか言いようがないな。まず、ローファー、っていう電波望遠鏡は、正式にはローフレクエンシー AR レイを意味しているんだ。ん？言語がよくわかんない。ざっくり説明するけど、ローファーは欧州7カ国に設置された低周波電波アンテナのネットワークで、周波数帯域10から 240MHz に対応する直径 1300km のパラボラアンテナに相当するんだ。え？え？もっとわかりやすく。そうだな、多数の電波望遠鏡を一つの巨大な電波望遠鏡として用いる電波干渉系って言えばいいかな？あ、ネットワークって言ってたね。みんな繋がってるってことか。その通り。そんで、250MHz よりも低周波な電波を用いた観測天文学において、既存のものを大幅に上回る感度を有する電波望遠鏡として計画されたって経緯がある代物で。ふむふむ、なんとなくわかってきた。10から 240MHz に対応って言ってたしね。ああ。で、ローファーの各アンテナで得られた電気信号はデジタル化され、中央データ処理装置に送られた後に、ソフトウェア上で合成され電波写真が作成されることになる。それが最初にお前が見ていた。画像ってことなんだね。ようやく理解したよ。現時点で、100MHz 以下の低周波数電波を高解像度で撮影できる唯一の電波望遠鏡ネットワークなんだ。ヨーロッパ9カ国に広がる52カ所に約2万個のアンテナが設置されていて、その観測データを統合することで、単一の電波望遠鏡として機能しているのさ。そんなとんでも経緯で撮影されたものか、それにしても、2万、5000個ってすごいねー。まったくだ。でも画像は北天全体を超低周波電波で撮影する、ローファー LBA スカイサーベイ。っていうプロジェクトの一環として撮影されたものなんだけど、映ってるのは北天のたった 4% なんだぜ。2万、5000個で 4% だと、全宇宙のブラックホールの数を数えたら恐ろしいことになりそうだよ。実際恐ろしい数みたいだぞ。そもそもブラックホールって、銀河の中心にあるのがお決まりだ。しかも太陽の100万倍以上の超質量のものだ。このことからブラックホールは最低でも、銀河の数だけあるってことじゃん。じゃあ銀河の数を数えれば。となると、ざっと観測できる範囲内でも有2000億個はあると考えられるだろう。じゃあ、吸い込まれるー、助けてー。だからめちゃんこと多いから安心しろっての。でも実際は1000億個じゃ済まないと考えられている。え？じゃあ一体全部でいくつあるの？まさか、宇宙お得意の 1K とか言うんじゃないよね？ 1K？ ふむ、まあ話を続けよう。その前にブラックホールのおさらいをしたいと思う。霊夢はブラックホールがどうやってできるか知ってるか？これまで散々話してきたよな。そのくらい知ってるよ。構成がドカーンでできるんでしょ？合ってるんだけど端的すぎる。ブラックホールの大元ってのは恒星になるんだけど、恒星は普段中心部で起こっている核融合反応によってエネルギーを放射しているのはご存知の通りだ。だね。確かヘリウムとか燃やしてるんだよね。知ってるじゃないか。その後核融合でどんどん重い元素が合成されていくことになるんだけど、核融合の効率はどんどん悪くなり、最後に鉄が生成されることで恒星は破局を迎えることになる。確か鉄って、安定した原子核がどうとか。おお、そこまで知ってるとは。で、その結果、核融合でもエネルギーを取り出せなくなる。すると恒星は、エネルギーを放出できずに自分自身の重力で潰れてしまうことになるんだ。ああ、放出できないからか。で、完膚なきまでに潰れてしまった末に生まれるのがブラックホールなのさ。
まあこの説明については、いろいろ省いているところがあるけど気にしないでくれ。ブラックホールの生まれ方って話だし、そこはわかってるよ。要は恒星の慣れの果てってことでしょ？その解釈でいい。さて、恒星が寿命を迎えたもの、であるブラックホールなんだけど、歴史が138億年もある、まさに桁違いの重みを持つ宇宙に存在するものだ。あ、なんか言いたいことわかるよ。138億年の中で、どんだけ恒星がブラックホールになったのか。そんで、その数はめっちゃあるってことを言いたいんじゃないの？今日は再々だな、で、これは実際に数を数えたわけじゃないんだけど。現時点で観測可能な宇宙に含まれる恒星質量ブラックホールの総数は1000億個なんかじゃなくて。なんか、1000億が、なんか、って嫌な予感がする。4000稽古と考えられているんだ。ふ、言葉を失ったか。なおこれがどの程度の値かっていうと、宇宙にある、見える物質、の約 1% だそうだ。さあ、4000稽古もあったら、宇宙中みっちりブラックホールなんじゃないの？何言ってんだ。今約 1% って言っただろ？しかも見える物質で、だ。そんなもん全宇宙の広さを見れば、すっかすかでお互い出会う可能性もほぼ0だと言っていいレベルだ。さすがブラックホールをそんだけ生み出すだけはあるよ。なんだすっかすかって。っていうかさ、見える物質、ってどういう表現なの？じゃあ、見えない物質、があるってこと？その通り。暗黒物質、またの名を、ダークマター、と言うんだけど、聞いたことがあるだろ？ああ、あれか、宇宙中にあるって言われてるやつだよね。確か人類はほとんど見えてないって。そうそう。大きく分けると、宇宙には暗黒エネルギーと暗黒物質、そして普通の物質があるみたいなんだけど。割合としては暗黒エネルギーが約7割、暗黒物質が3割ないくらい。普通の物質がその残りって感じなんだ。ほとんど何も分かってないじゃん。で、今言った普通の物質の中には水素やヘリウムなどがそれぞれ約7割、約2割あって、その他の元素が 1% 程度、ニュートリノが 2% 程度、と、さらに細分化されてるんだ。そこの、約 1% にブラックホールがあるってことなのさ。宇宙全体からすればめちゃくちゃ少なかった、そりゃスッカスカだよ。でもさ、それもどうやって推測したんだろ？とてもローファーだけじゃ無理だよね。見て観測して数を数えたわけじゃないぞ。まず宇宙の単位体積あたりに、どのような質量の星が、どのような頻度で存在するのかを表す関数を、性質量関数、と言うんだけど。あ、難しい話になってきた。質量の高い星は寿命が短く、逆に質量の小さい星は寿命が長い。よって、性質量関数は時間とともに、大きく変化することになるだろう。また、星は宇宙から無限に生成されるのではなく、水素原子などで構成されるガス雲から生まれる。で、ガス雲だって有限なんだから作られる恒星の数は決まる。なるほど、それを計算で求めることができるんだ。そういうことだな。もちろんそれはブラックホールに当てはめることもできるんだ。まあブラックホールの場合だと、巨大な質量を持つ星が爆発することで生成されることになるから、膨大な時間がかかるってのと、消滅についても極めて長い年月が必要であること。そしてブラックホール同士が合体することもあるってことで、算出は結構難しいんだけどな。いやいや、それでもざっくりした数は出るだろうし、実際出てるじゃんか。すごいよ。あ、ちなみに4000稽古ってのはどうやって算出したの？あ、そこか。イタリアの研究機関である、CISSAというチームが専用のソフトウェアで計算をしたんだ。でも、ブラックホールは算出がめんどくさいんでしょ？そんなのは当然織り込み済みだろうよ。実際、太陽の5倍から50倍の質量を持つブラックホールの数は、時間が経ってもほとんど変化しないことが分かったそうだし、ブラックホールの合体する確率は、これまでの観測結果と一致することも判明しているんだ。ちゃんと計算づくってことか。そして、ソフトウェアで分かった計算結果からブラックホールの数を計算したところ、地球を中心に、半径465億光年の観測可能な宇宙に含まれる恒星ブラックホールの数は、40×10 の18乗、つまり4000稽古であるという結果になったと研究チームは報告している。この宇宙に4000稽古もブラックホールが漂ってると思うと、近寄らないって分かってても、なんだか怖い気持ちになるよ。入っちゃったら一巻の終わりなんだし。ま、少なくとも我々が生きているうちは大丈夫と断言しておく。見た目が怖いけどな。だね。あ、そういえば天の川銀河にはどんだけブラックホールがあるの？中心にはいて座なんとかってのがあるってのは聞いたことがあるんだけど。いて座エースターな。でもそれは中心部にあるってだけで、数で言うならそのうちの一つでしかない。そんでその数ってのが、なんと2000億個はあると言われているな。
天の川銀河だけで2000億個か、今の今まで衝突してないのが、宇宙がすっかすかの証拠だよほんと。まあ2万、5000個だったり1000億個だったり、2000億個だったり4000系個だったりと。目まぐるしく数字が出てきたからちょっとわかりにくいけど、とどのつまりは宇宙規模で考えれば。宇宙から見やブラックホール一つ一つが左右程度ってことだね。それにしても、いろいろ数は出たけど、4000系個が際立ちすぎてもはやコメントができないよ。そんで、今後も増えていくからな。何せ宇宙の最後はブラックホールだらけって説もあるし、いつか地球から目視可能のブラックホールが現れる可能性が、ないな。いやあ。って、ないんかい。そういや太陽の質量じゃ無理だったか。よし、セーフだ。ねえマリサ。なんだよ。もし人間がブラックホールに飲み込まれたら、どうなるのかしら。は？え？それはマジで聞いてるのか？いけない？光ですら飲み込まれたら脱出できないと言われているブラックホールのことだよね。他にある？霊夢はいつからそんなにおつむの弱い子になってしまったんだ？失礼ね。そんなの普通に考えて、生きて帰れるわけがないじゃないか。でも、予想外のことが起こるのが宇宙でしょ？ブラックホールに人間が入ったらどうなるのかを研究した人はいないのかしら？ん、いないと言ったら嘘になるのだが。ほら、いるんじゃない。詳しく教えなさいよ。いいけど、それじゃあ、ゆっくりしていってねー。それで、ブラックホールに入ってみようとした人たちは一体どこの誰なの？霊夢、話が大きくなってる。入ってみようとしたわけではない。どっちでもいいから早く教えなさいよ。わかったよ。アメリカは、アイオワ州にあるグリネル大学の物理学科に所属する二人の准教授。レオ・ロドリゲス氏とシャンシャン・ロドリゲス氏が、もし万が一人間がブラックホールに近づいてしまったら、どうなってしまうのか、という課題について、科学者やジャーナリストが協力して作り上げているグローバルニュースサイトである、ザ・カンバセーション、というサイトへ考察を発表しているのだが、でもまずは、そもそもブラックホールって何ぞやってところから話していいかな。いいわよ。まず最初に、レオ・ロドリゲス助教授とシャンシャン・ロドリゲス助教授はこの考察をする際に、ブラックホールというものを大きく二つの種類に分けているんだ。というと、一つは太陽と同じくらいの質量で割と小ぶりな、恒星ブラックホール、と言われるもの。これは超新星爆発でできた一般的なブラックホールなんだけど、電化的に正も負もない中立的なブラックホールで、自転をしていないんだ。へぇ、そうなのね。もう一つは、超大質量ブラックホール、と呼ばれる、その名の通り超大質量を持つブラックホールで、その質量は太陽の数百万倍から、大きいものは数十億倍もあると言われているんだぜ。これは、天の川銀河を含む多くの銀河の中心部にあるブラックホールだとされてるみたいだな。質量で二つの種類に分けたの？いや、この二つは質量のみならず、ブラックホールの中心にある特異点からの半径も違うんだ。大きさってこと？ブラックホールの半径っていうのは、シュバルツシルト半径、と呼ばれる測り方をするのだが、これが普通の星の半径とはちょっと違うんだな。あら、そうなの？シュバルツシルト半径ってのは、ブラックホールの質点から事象の地平面までの距離のことなんだ。事象の地平面って何なのかしら？ブラックホールに飲み込まれたありとあらゆるものが外に逃れられなくなる範囲のことで、シュバルツシルト半径はその中心から範囲の境界までなんだぜ。ブラックホールの口の半径みたいなもんね。大雑把に言えばそんな感じだ。この半径はブラックホールの質量で決まるのだが、太陽とほぼ同じくらいの質量のブラックホールなら、約 2.98kg から 3.2kg くらいだと言われてる。でも、超大質量ブラックホールともなると、銀河単位での半径になるから。例えば、天の川銀河の中心にあるとされる超大質量ブラックホールなんかは、太陽の約400万倍の質量を持つと言われていて、その半径はおよそ1200万キロで、太陽半径の約17倍だ。ほほう、そりゃ銀河だから大きいわよね。それで、もしそのブラックホールの事象の地平面に人間が近づいちゃったりしたら、どうなってしまうの？まず、太陽と同じような質量の恒星ブラックホールにもし人間が近づいたら、の場合なんだけど、さっき言ったように、恒星ブラックホールはシュバルツシルト半径が小さいから、理屈上、人間の体はブラックホールの中心へ向けて落ちていく形になった時には、質点にかなり近いところまで行ける計算になるらしいな。すごい、そうなのね。ただ、そこには問題があって。どんな問題よ？重力の巨大なブラックホールに突入しようとすると、当然そこには外の世界との重力の差が生まれるわけだが、その時に発生する超積力によって、物体の形が歪められることになる。どういうこと？
つまり、人間の頭の方と足のつま先の方では重力勾配が起き、水平に圧縮されることになる。え？つまり？例えば、足の方からブラックホールに飛び降りたとすると、足先にかかる重力は、なんと頭にかかる重力の1兆倍にもなるみたいなんだよね。げげー、そんなに差があるの？そうなんだ。だから、もちろん人体はその重力状態に耐えられるはずもなく、まるで小麦粉を練って作る手打ち麺のように細長く引き伸ばされちゃうらしいね。これを、スパゲッティ化現象、と呼ぶんだぜ。ひぃ、人間スパゲッティ。または人間の、ヌードル現象。もしくは超石破壊現象とも言うな。どれにしたってよくないわ。さらっと恐ろしいこと言うわね。スパゲッティ化が起こるのは、何も人間だからじゃなくて、ブラックホールに吸い込まれていく物質すべてがそうなるんだぜ。天体ですら引き伸ばされたっていう観測結果もあるくらいだからな。そうなの？オリオン座の西側に輝くエリダヌス座の方向へ約2億1500万光年行った先にある銀座で、2019年9月に起こった AT2019 キズという発光現象があるのだが、科学者たちの間では、かねてからこれがブラックホールに天体が飲み込まれる際の超石破壊現象によるものだと囁かれていたんだよね。だけど、その様子はこれまではっきりと観測されたことがなかったんだ。どうして？スパゲッティ現象の際には、引き伸ばされた物質はフレアを発生させて明るく輝くのだが、その光っていうのが、燃えカスの残骸や塵の煙幕に遮断されてしまい、現行しちゃうみたいなんだよね。だから、これまでのところ観測は困難だって言われてきていたんだけど。煙に包まれていたんじゃねえ。でも、2020年10月12日に、ヨーロッパ南天天文台の研究チームが、6ヶ月間にもわたって、AT2019 キズを観測したデータの写真とともに、ブラックホールに接近した天体が、スパゲッティのごとく引きちぎられながら崩壊していく姿を、つまり、天体の超石破壊現象を観測したという論文を発表したんだぜ。引きちぎられる天体。チームが発表した論文と画像データによると、とある恒星が100万倍以上の質量を持つブラックホールに近づいてしまった際に、その恒星は、まるでガムのように細長く引き伸ばされて、最高秒速約1万キロメートルという速度でブラックホールに引き込まれていることが分かったんだ。しかも、その長く引き伸ばされた恒星は、半分をブラックホールに飲み込まれたところで噛みちぎられ、残りの半分は外に放出されてるんだよね。ブラックホールの怪物感半端ないわ。まあだから、我々人間が恒星ブラックホールに入ってみようなんて無茶なことをすれば、生きて帰ってくることはまずないだろうね。ん？待って。それは、恒星ブラックホールだとって話なの？そうだよ。じゃあ超大質量ブラックホールなら、生きて侵入できる可能性もあるってこと？理論上、その可能性はなくはないのだが。なんですと？だって、超大質量ブラックホールっていうのはシュバルツシルト半径が大きいってことになるから。質点から事象の地平面までの距離が長いってことは、それだけ人間の頭と足先にかかってくる重力の差が小さくなるってことなんだぜ。なるほど。それならスパゲッティにされて噛みちぎられることもないわね。超大質量ブラックホールの場合、超積力の影響を受けることがほぼないから、人間だろうが星だろうが、生きたまま、そのままの姿で事象の地平面を通過することも達成できるだろうね。すごいじゃない。でも、当然、別の問題というものが存在する。ああ、もちろんそう来るわよね。そもそも、ブラックホールっていうのは周囲のガスだとか宇宙の塵なんかを強力な重力で吸い込んでるよね。そうね。そうすると、その物質たちが渦を巻いて高速回転する膠着円盤を形成するのだが、これがまた凄まじい電磁波を放出しているんだ。ってことは、もし人間がその中に入れば、電子レンジ状態になると？そうだね。黒焦げどころか跡形もなくなるかもだな。ひえー、スパゲッティよりなお悪しい。イギリスの物理学者、スティーブン・ウィリアム・ホーキング博士が提唱した、ホーキング放射と呼ばれる現象があるのだが、彼の理論によれば、ブラックホールは何でもかんでも吸い込んでしまうだけの天体ではなく、少しずつ放射しながら蒸発しているとされていて、事象の地平面は、そのホーキング放射の熱で熱々に燃え盛ってるらしいんだな。ホーキング放射の理論から言っても、ブラックホールの事象の地平面に到達した人間は、ゆっくりと灰と化す運命にあるだろうね。じっくり炙り焼き状態ね。だから、もし人間がブラックホールに入りたいなら、ただ大きいだけのブラックホールじゃなくて、膠着円盤を形成しないブラックホールじゃないとダメだよね。ロドリゲス准教授も、ブラックホールへ安全に侵入しようと試みたいんだったら、完全に隔離されていて、
かつ周囲の天体もガスも塵も、一切吸い込まない超大質量ブラックホールを見つけなきゃならない。って言っているんだぜ。何それ?そんなブラックホールある?てか、そんなのブラックホールと言えるわけ?ん?まあ、それはもはやブラックホールではないかな。ですよね。ちなみに、人間がブラックホールに落ちていくとき、どんな風に見えるかわかる?は?落ちる側からの視点ってこと?そうそう。わかるわけないわよね。ブラックホールに吸い込まれる人間を外から見るのと、内側から見るのでは全く違うように見えるんだぜ。え?どういうこと?外からブラックホールに落ちていく人を見ているときは、さっき説明したように、スパゲッティのように伸びたり、硬着円盤の熱で灰になったりするのだが、地獄絵図ね。落ちていく人間から見える世界っていうのは、実は、そんな地獄を体験しているなんて微塵も感じさせないような、穏やかな景色なんだそうだ。そんなわけないでしょ。いや、本当にそうなんだよ。なんでそうなるのよ?これは、落ちていく本人からすると、ブラックホールの中心に向かって完全に自由落下していることになり、そうすると、それこそ重力すら感じることもないみたいなんだよな。自由落下って?何の摩擦も抵抗も受けずに、重力に任せて落ちていく真空の中での落下だよ。だから、超大質量ブラックホールの場合は超積破壊現象も起きないから人間スパゲッティになることもないし、人間の形を残したままつるっとブラックホールの得意点まで到達することも可能ってわけなんだぜ。そんなにあっさりうまくいくのかしら?なんで外から見てるのと内側から見てるのでは現象が違うのよ。外から見てる人が、あの一ついに燃え尽きたわ、って思ってても、ブラックホールの中ではのんびり本人が落ちていってるってことでしょ?そうなんだよね。この現象の食い違いには科学者たちも頭を悩ませていたんだけど、これって、一般相対性理論と量子力学という二つの異なる物理理論での視点から見たときに、内側にいる人間と外側から観察されている人間の二つの個体が必要になってしまうってことなんだよね。やっぱりそうなるわよね。この問題は、ブラックホール情報パラドックス、と名付けられたんだけど、1990年代にレナード・ジュースキント氏がある主張をしているんだよな。どんな主張なの?彼の主張は3つ。1、外から見ている人にとっては、落ちていく人が伸びたり燃え尽きたりするのは自然なこと。2、落ちていく人にとってはスムーズに落ちていくのが当然で、消滅しないのは自然なこと。3、外から見てる人はブラックホールの中が見られないし、落ちていく人にはブラックホールの外が見えないから、物理法則的には何ら問題なし。なんだってさ。はぁ?そんなへりくつが通用するとでも思ってるわけ。もちろん、この問題には新たな研究もあるのだが。どんな研究なのよ?アメリカの物理学者であるレオナルド・サスキンド氏が一つの回答を示しているのだが、彼は、ホログラフィック原理に原理論による解釈を加え、量子重力を原理論的な記述方法で表せば、この問題を解決できることを指摘したんだ。後の2012年には、アフメット・アルムヘイ氏をはじめとする4人の学者たちによって、ブラックホールの事象の地平面には、高エネルギーな量子が集まったファイアーウォールが存在しており、その壁が鍵になるのではという考察がなされたようだな。ふーん。まあどちらにしても、ブラックホールに近づいた人が、たとえ外からは燃え尽きたかのように見えたとしても、本人的には、意外とブラックホールの中をスルッと落ちていける可能性があるってことだよ。でもさ、もし本当にそうやって無事ブラックホールの中心までたどり着けたとしても、光すら脱出できないブラックホールから人間が簡単に戻ってこれるはずはないわよね?ああ、それな。それについては、ロドリゲス准教授も同じようなことを言っていて、もし人間が事象の地平線を安全に通過できたとしても、その情報をシュバルツシルト半径内から地球へ送信することはできないだろうと考えてるみたいだね。そんなの、当たり前っちゃ当たり前じゃない?まあ、今のところはね。でもこれから未来に向けて、人類が光速を超える宇宙船なんかを開発して、ブラックホールの脱出速度をも超えることができれば、ブラックホールからの脱出が可能になるかもしれないし、そしたら今後、ブラックホールの中心部についての研究や、さらにはブラックホールの向こう側についての研究だって進むかもしれないよな。そんなの、いつになるかわかんないわね。科学の進歩待ちってところだね。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。またまたアインシュタインがやってくれたな。またアインシュタインがやってくれたって?アインシュタインの理論の正しさがまた証明されたんだ。何を今度は証明したのよ。今度はブラックホールだぜ。聞かせなさいよ。今回は、アインシュタインの理論がまたも証明、100億倍も速く回転するブラックホール連星が発見、について解説していくぜ。
それじゃゆっくりしていってね。巨大ブラックホールの衝突の余波を研究している研究者たちは、アインシュタインが1世紀前に予言した重力現象を確認したかもしれないんだ。どんな現象なの？ネイチャーに掲載された研究によると、その現象は、再差運動として知られるものだぜ。回転するコマの軸の揺れのようなもので、2つのブラックホールが、衝突して1つに合体するときに生じたと考えられているんだ。ブラックホールが合体するわけ？そうだ。その二つのブラックホールが渦巻きながら互いに接近するとき、重力波、という巨大な、波紋が時空に放出され、エネルギーと核運動量が広まったぜ。どうやってそんなことわかったの？米国の、レーザー干渉系重力波天文台、とイタリアの、バーゴ、によって、この、重力波、が検出されたのは2020年のことだ。その後の数年にわたる重力波の調査によって、とんでもなく激しく回転するブラックホールが確認されたぜ。普通のブラックホールでも怖いのに、そんなブラックホールなんて怖すぎるわよ。そのブラックホールが回転する速度は、これまで観測されたブラックホールの100億倍だ。そのせいで時空が大きく歪み、両ブラックホールの軌道をふらつかせていたぜ。宇宙の狂気そのものね。つまり、再差運動、させていたのだ。再差運動ならコマの軸から死に成形まで、様々なもので見ることができるぜ。だが、ブラックホール連星のような巨大な天体で観測されたのは史上初めてのことだ。初めて見つけたのはいいけど、こんなに恐ろしいものを見つけたのね。実はカノア・インシュタインは一般相対性理論を通じて、100年以上も前にブラックホール連星の、ような大きな天体でも再差運動が起こると予言していたぜ。アインシュタインは一体何者なのよ。今回、その予言の正しさが実証されたことになったな。研究の中心人物であるエイカーディフ大学のマーク・ハナム氏は、ブラックホール連星でもこのような現象が起きるはずだとずっと考えてきました、とプレスリリースで語るぜ。そんな後出しじゃんけんみたいな言い方ずるいわよ。だがその発見は、重力波が史上初めて検出されてから5年の歳月をかけ、80以上の重力波を調べてようやくのことだったそうだ。かなり調べ上げてやっとわかった代物なのね。二つのブラックホールは太陽の何倍も大きく、大きい方なら太陽の40倍の質量があったと推定されているぜ。そこから発せられた重力波が検出されたのは2020年1月29日のことなので、発見日にちなみ、GW200129 と名付けられているんだ。おしゃれなゴールデンウィークみたいな言い方するわね。それ以降、様々な科学者たちがこの重力波に注目し、いくつもの奇妙な秘密が明らかにされているな。例えば、2022年5月に発表された研究では、ブラックホールの合体は大規模かつ不均衡なもので、衝突による重力波は一方向に吹き出しただろうと推測されているぜ。合体したらどうなるのよ。合体して誕生したブラックホールは反対方向に時速480万キロメートル以上で弾き飛ばされ、銀河から追い出された可能性が高いな。合体なんてしたばっかりにかわいそうね。今回の研究では、二つのブラックホールが合体する以前、両者の関係は混沌としていただろうということが示唆されているぜ。ギスギスしているのね。ブラックホールはお互いに引っ張り合うことでさらに接近し、まるで酔っ払ったかのようにふらつき始めたな。こうして1秒間に数回転という再差運動をするようになったぜ。どのくらいの速さで回っているの？その速さは、これまでに測定されたものの100億倍と推定されているんだ。今回の発見は、ブラックホールの合体がこれまで言われてきたほど珍しい現象なのかどうか疑問を投げかけているぜ。研究の共著者で、現在ポーツマス大学の研究員であるチャーリー・ホイ氏は、モデルを変える必要があるというサインかもしれません、と語っていたな。再差運動について詳しく知りたいわ。夜空に見えている恒星のうち、北極星は、時間が経っても季節が変わっても、北の空のほぼ同じ位置にずっと見えているから、北の方角を知る時の目安としてよく使われるな。あれは旅人の目印よ。しかし、何千年後も現在の北極星がこのような目的に使えるわけではないんだ。どうしてなのよ。地球の地軸、自転軸は、地球の公転面に対して垂直に立っているわけではなく約 23.4 度斜めに傾いているぜ。それは地球に住んでいるものならみんな知ってるわよ。ちょうど地軸の北側が指している方向に現在の北極星があるから。地球が自転しても、北極星だけは、ほとんど動かないように見えているんだ。しかし、地軸が指している方向は、ずっと同じではないぜ。どういうこと？地軸は、公転面に垂直な方向に対して半径約 23.4 度の円を描くように移動していて、
約26000年の周期で一回りしているんだ。そのため、その円周上付近にある恒星例えば、ことざのベガが、将来の北極星、となるわけだな。北極星が変わるってことね。このような地球の運動を、歳差、運動と言うんだぜ。もっとわかりやすく例えてほしいわ。この動きは、駒を回した時に、駒の心棒が一定の傾きを保ったまま、ゆっくりとその頭を回していく動きと似ているんだ。そう言われると想像しやすいかもしれないわ。地球が歳差運動をするのは、太陽や月、惑星の引力によって、傾いている地球の地軸を引き起こそうとする力が働くためだぜ。歳差運動の様子が、すり鉢で味噌をすっているように見えることから、歳差運動は味噌すり運動とも呼ばれているんだ。なるほどね、若干理解できた気がするわ。でもまだちょっとピンときていないのよね。もっとわかりやすくいくぜ。駒が回転を始めてから、回転が止まるまでの様子を思い返してみるんだ。駒が回転を始めた直後は、駒は高速で回転し、軸はほとんどブレることはないな。それはもちろんないわ。しかしながら、時間が経過すると、駒は失速するぜ。それは当然よね。駒が失速すると、軸はブレるようになり、軸がブレるというのは駒が傾いていると表現することもできるな。この時、駒の軸の先端部は円を描くように運動しているぜ。あの駒の感じそわそわするわよね。駒の回転速度が低下すると、駒の運動は、回転軸周りの回転運動と軸の回転運動が合成された状態だ。この運動が歳差運動ってわけね。これは勉強するときにも使える内容だぜ。時間の経過により、駒の回転力が失われ、その失われた分が歳差運動の、エネルギーの源になっているようなイメージだ。もっと早くこの説明に出会いたかったわ。ここからは、力学の理論を用いて、歳差運動を一般化する手法を解説していくぜ。これにより、歳差運動の数値に基づいた詳細な分析が可能になるんだ。覚えて損はないわね。歳差運動の力学的な考察には、中学校や高校で主に学ぶ質点の力学ではなく、合体の力学の知識が必要だぜ。質点の力学とは異なり、合体の力学では物体自体の回転を考慮する必要があるんだ。なかなか難しそうな内容ね。例えば、重力は質点の力学では物体の運動に影響は与えないが合体の力学では物体の回転の原因だぜ。重力は、大きさは等しいが、向きが反対である二つの力の組のことだな。頭がおかしくなりそうだわ。歳差運動は、駒の回転や地球の自転において見ることができる現象だ。歳差運動は生活との距離が小さい物理現象だということができるぜ。雑学として歳差運動についての理解を深めるということも無駄ではないということね。歳差運動について学習すると、合体の力学を学ぶ上で重要な核運動量についての理解も深まるんだ。歳差運動は、合体力学の入門としてもいい教材なんだぜ。聞いといてよかったわ。アインシュタインが、自らの一般相対性理論の体系を宇宙全体に当てはめる試みに着手した1917年、宇宙論はかつてない大きな転機を迎えることになるな。どの時代も天才ってすごいわよね。より正確に言えば、現代宇宙論はこの年に誕生したと言っても過言ではないぜ。この壮大なプランの実行にあたって、まず問題を簡略化するため一つの重大な原則を採用したんだ。どんなプランなのかしら？それは、この宇宙は、大きく見ればどこまでも一様であり、かつ、東方、である、というものだ。また天才がわけのわからないことをおっしゃってるわ。これを、宇宙原理、と呼ぶんだぜ。アインシュタインがこの研究に取り掛かった当時、宇宙の構造について確かなことが言えるのは、太陽系から半径高々数千光年程度の範囲の中だけだったんだ。アインシュタインはその先を行くのね。実際、地球から最も近い隣の銀河の一つであるアンドロメダ大星雲までの距離すらわからず、それが銀河系の中にあるのか外にあるのかという議論がなされていた時代だな。そんな中で言い当てるアインシュタインはやっぱり天才ね。このような状況で宇宙全体を対象にした話をしようと思ったら、できることは一つしかないぜ。宇宙は本質的には、ここと対して違いはないだろう、と前提を採用することだ。ノリと勢いってやつね。もちろん宇宙の中には、恒星や星団、ガス状星雲、あるいはそれらの集合体である銀河など、局部的な物質密度のばらつきは、至るところに存在するぜ。しかしこれも宇宙全体にそれらの物質が太陽系の周辺と同様の密度でばらまかれていると仮定すればいいんだ。まさかアインシュタインは違ったのかしら？だが、アインシュタインはさらに話を徹底させ、これらが全て希薄に平均化して、ガスのように宇宙いっぱいに広がっている状態を想定したぜ。
この人ほんとすごいわね。この状態は、宇宙の平均密度は1立方メートルの空間について陽子が1個前後という極端に小さなものとなるな。そしてアインシュタインが採用した仮説は、宇宙は静止している、というものだ。難しいわね。つまりどういうことよ。つまり、宇宙全体にわたって、その密度が変わってしまうような物質の大規模な運動は存在しないというんだ。よくそんなことを想像できるわよね。アインシュタインは、宇宙の秩序がどうやって形成されたかはともかく、宇宙の、器の大きさ、そのものは、変わらないという考えを取ったんだぜ。こんなこと考えれたらベロも出すわよね。実際、当時の観測によれば、太陽系周辺の恒星は、それぞれ銀河の重力中心をめぐってここの運動を示すのみで、宇宙全体にわたる大規模な運動は全く観測されてなかったんだ。誰が見ても、宇宙は対極的には静止している、と見えたんだぜ。時代によって当たり前が違うのね。こうして、宇宙原理、と、宇宙静止仮説、とでも呼ぶべきものの二つを採用することによって、アインシュタインは、徹底的に均一で安定した理想的な宇宙モデルを考えたんだ。でもアインシュタインの目論見通りにはいったのかしら？完全に静止した宇宙の存在を可能にする答えは、場の方程式にはなかったぜ。もし、理論と観測が示すように、宇宙をあくまで静止した状態に保っておきたいと思ったら、場の方程式を何らかの形で修正しなければならないことが分かったんだ。こんな天才でもミスをするのね。それほど宇宙は未知なのね。こうして彼がたどり着いたのが、有名なアインシュタインの、宇宙光、すなわち、万有引力という概念を取り入れることだ。それでもブラックホールのこととか言い当てているものね。彼にとって重要だったのは、銀河系から遠ざかった時の幾何学的構造であり、時間変化については、特に問題視していなかったようだな。次は何を過去から当ててくるのかしらね。今回は、アインシュタインの理論が正しさがまたも証明、100億倍も早く回転するブラックホール連星が発見、を解説したぜ。改めてどれだけアインシュタインがすごかったのかがわかったわ。なんといっても、アインシュタイン最も有名な功績は、相対性理論、だけどな。9歳の時にピタゴラスの定理の存在を知ってその証明を練る、空を忘れて考えるほどだもんね。人生のエピソードも面白いから気になったら調べてみてほしいぜ。この後調べてみるわ。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。くらえ、何でも吸い込むブラックホール。うわぁ、って何やってんだよ。あ、いや、暇だから。そういや、ブラックホールって星も吸い込むんだよね。ああ、そうだな。吸い込まれたらどうなるの？星なんてすごいサイズだし。じゃあ今回は、ブラックホールに飲み込まれた星がどうなるのかについて説明してみようか。それじゃあゆっくりしていってね。じゃあ早速、星がブラックホールに飲み込まれたらどうなるかその顛末について語りたいところなんだけど、その前におさらいが必要なんじゃないかな？霊夢はブラックホールが何なのかきちんと理解しているか？真っ黒で何でも吸うやつ？オーケー。説明が必要だな。ブラックホールってのは、宇宙空間に存在する天体のうち、極めて高密度で、強い重力のために物質だけでなく光さえ脱出することができない天体を言うんだ。光が脱出できないとか、もはや無限地獄か何かだよね。なんでそんなことが起こるの？今強い重力って言ったろ？それによって時空が著しく歪められるんだけど、ある半径より内側では脱出速度が光速を超えてしまうことで、光が抜け出せなくなるのさ。要は、ブラックホールの引力が光の速さを超えているってことだね。やべえなんて白物じゃないじゃん。もはや想像するのも難しいな。まあ、ざっくりすぎるけど概要はここまでにしておこう。あれ？ずいぶんあっさりだね。つまり、話す内容が多いってことかな。まあな。てなことで本題だけど、まずはこの出来事から聞いてもらいたい。時は2020年10月19日、場所はヨーロッパ南天天文台からの発信だ。最近の出来事だね。もしかして、星が飲み込まれたのを見たとか？最後まで聞けばわかるよ。実はここで、超大質量ブラックホールに飲み込まれる恒星が、スパゲッティのように引き伸ばされながら輝く際の光が、比較的近い距離から詳しく観測されたんだ。なんだって？てかスパゲッティって何なの？ちゃんと位置から説明するよ。これは2019年9月の話だ。エリダヌス座の方向に2億1500万光年の距離にある銀河で、発光現象 AT2019 傷が確認された。何それ？超石破壊現象だ。ブラックホールによる、恒星の超石崩壊が起こったみたいなんだよ。そうだな、まず超石力について話すか。これは形のある天体に働いて、その形を変形させられる力を言うんだ。もしかして潮の満ち引きのこと？理解しているじゃないか。
そんで、天体って内部の物質同士が重力により、引き合うことで構成されてるんだが、引き合う力よりも超積力の方が強くなると、その天体は破壊されてしまうのさ。これを超積破壊と言うんだ。それが、さっき言ってた英語と数字のやつなんだね。それがどうしたの？つまり発光現象 AT2019 キズは、銀河中心の超大質量ブラックホールによって構成が引き裂かれる。超積崩壊に伴うものだと考えられているってことなんだよ。つまり、ブラックホールに飲み込まれたんだ。え？本当にあった出来事なの？てか、どんな感じだったのかな？そこについて触れよう。とは言っても、研究者の声を聞いた方がわかりやすいな。ヨーロッパ南天天文台は、彷徨う星が不運にも、銀河の中心にある超大質量ブラックホールに接近しすぎると、星はブラックホールの強い重力の影響で細かく引き裂かれ、細長い物質の流れになってしまうのです。とコメントしているんだ。細長く。あ、それってさっき言ってた、スパゲッティがどうこうってやつ？そうそう。イメージとしては、恒星の端から何かが伸びていって、少しずつ恒星が減少するイメージだ。じゃあなんで、そんなおかしな感じで飲み込まれるのかわからないよな？そうだよ。星を丸飲みするんじゃないの？なんでそんなにちまちま吸うような感じなのさ。これは、ブラックホールが持つとてつもない重力のせいなんだよ。それにより近づいた恒星ってのは、その頭のてっぺんから足のつま先という、ブラックホールから見てわずかな距離であっても、かかる重力が桁違いになるわけだ。頭にはめちゃめちゃ重力が、足はあんまり、となればどうなると思う？え？え？もうちょいわかりやすく。これ以上わかりやすく言うのは難しいな。地球でも地面に近い足の方が強く引っ張られてるんだよ。逆に頭は地面から、つまり地球から離れているから足よりも重力が強くかかっていないのさ。立っててもそんな感じしないけどね。地球における人間の頭と足じゃ、かかる重力の差が微妙すぎるから全くそれを感じられないけどな。だがブラックホールとなると、その圏内に入ればとんでもない重力となり、それは恒星の端から端でも歴然の差があるのさ。だから重力のかかる部分だけに変化が起こり、そこがスパゲッティ化現象を起こすんだ。なるほど、そんで最後はどうなるの？視覚情報から言えば、細く引き伸ばされた末に引き裂かれるそうだ。ブルブル、恐ろしいな。そんで、飲み込まれた後はどうなるの？そこが一番気になるんだよね。そこはわからないってのが答えかな。てか、どうあがいても知りようがないんだよ。え？なんで？いつになるかわかんないけど、ブラックホールから見ればわかるじゃん。霊夢、私たちがどうして物を見れるかわかってるか？目で見えてるからじゃないの？その視覚情報って、光の反射があるからその視覚に入るものを認識できるのであって、光の反射がなければ視覚情報として捉えられない。つまり、それを見ることができないんだよ。でもさ、夜に物を見ることはできるじゃんか。それはわずかでも光の反射があるんだよ。実際、地球にはカーボンナノチューブから構成される、可視光の最大 99.965% を吸収するベンタブラックという物質があるんだけど、それはたとえ凹凸があっても真正面からじゃ平面としか認識できないんだ。それは光の反射が限りなく霊に近いからなんだぜ。そんなものがあったんだ。よって、我々はブラックホールの事象の地平面より内側の情報を知ることは不可能なのさ。でもさ、外観からは何が起こったのかわかってるんでしょ？今回の恒星についてだけど、まずスパゲッティ化現象を起こしたのはこれまでの通りだ。その際、ブラックホールに飲み込まれる物質の速度は、なんと最高で秒速1万 km にも達したみたいだぞ。時速じゃなくて秒速なんだね、速すぎてやばい。その後、恒星の半分はブラックホールに飲み込まれ、もう半分は外側に向けて放出されたそうだな。あ、全部飲み込まれるわけじゃないんだ？これは、ブラックホールが恒星の物質を食い尽くすことで放出されるエネルギーで、星の残骸が勢いよく外側へ押し出されているって話だ。そして同時に、この現象が観測を難しくさせているみたいだぜ。外側に出しちゃうから、周りが曇っちゃうのかな？いい答えだ。ブラックホールに飲み込まれた天体の破片や塵が、さながらカーテンのように光などを遮ってしまうため、これまではっきりと超積破壊現象を観測することは難しかったんだよ。あれ？でも今回はちゃんと観測できてるんだよね？ああ。研究チームは、ブラックホールが星を食い荒らすと、視界を遮る強力な爆発を発生します。今回、私たちは超積破壊現象を早期に発見し、ブラックホールが物質を猛スピードで放出し始めた瞬間を捉えたので、ブラックホールが実際に塵や破片のカーテンをまとうのを観測することができました。とコメントしていることから、いかに早期発見が重要かってのがわかるな。ふむふむ。今回の発見で、何かわかることはあるのかな？超巨大ブラックホールと、極大重力環境にある物質がどのように振る舞うかや、将来観測される超積破壊現象を、理解するために役立つと考えられているな。
直接的なブラックホールの解明への第一歩かもしれないぞ。だね。それにしてもブラックホールってのはほんと怖いよ。どんなものでも飲み込んじゃうんだから、周りにある天体なんて、もう怖くて仕方がないんじゃないの？怖いかどうかは知らんけど、ブラックホールに近づいても吸い込まれない天体もあるそうだぞ。はぁ？待って待って、そんなのあったら、いろいろと覆っちゃうじゃんか。これは2020年1月15日の話だ。カリフォルニア大学ロサンゼルス校の研究者である、アナシアーロ氏を筆頭著者とする研究チームが科学雑誌ネイチャーに掲載したものとなる。そういう天体が発見されたのかな？そう。その天体なんだけど、まず天の川銀河の中心にある、銀河の核となる超大質量ブラックホール、イテザエスターってのを知っているか？確か、ブラックホールかもしれない天体だよね。知ってるじゃないか。天の川銀河の中心にある明るくコンパクトな天文電波源で、この位置には、超大質量ブラックホールが存在すると考えられているな。むしろ全然飲み込んでいってそうな気がするけど。ところがそのあたりって、太陽系の周辺よりも10億倍星の密度が高い特殊な環境で、通常の宇宙では見られない、特異な天体も存在するみたいなんだよ。そして、その天体はイテザエスターの近くで発見された。もしかしてそれが？ああ、その奇妙な天体は、ガスの雲に見えるのにブラックホールに近づいても吸い込まれることはなく、伸びるだけで離れると元のコンパクトな形状に戻るって話なんだよ。もしこれが単純なガスであれば、ブラックホールの重力に耐えて元の形状へ戻ることはありえない。そうだよ。さっき話した恒星みたいに、吸われてなくなっちゃうはずだよ。一体何なの？その天体は、この謎の天体は G オブジェクトと呼ばれていて、最初のものは2005年と2012年に発見。それぞれを G1、G2 と名付けたそうだ。G オブジェクトだから、発見した順に数字が割り当てられているんだね。そういうことだな。で、発見当初はガスの塊だろうと考えられていたんだ。しかし2014年に、G2 がイテザエスターの事象の地平面から、数百天文単位の距離に接近した時非常に伸びて歪んだにもかかわらず、吸い込まれて落ちることはなく、ブラックホールから離れるとまた元の円形でコンパクトな形状に戻ったんだ。何かを奪われることなく、元に戻ったってのが不思議だな。そこで研究チームは、この天体を研究するために、同種の天体が存在しないかについて捜索を行ったんだが、そんなのがいくつもあったら、ブラックホールの立場がなくなっちゃうよ。新たに4つの G オブジェクトを、イテザエスターの周りに発見したんだよ。4つもあった？しかも近くに？しかもその4つは G1、G2 と同様の特性を示しているそうだ。一体何者なの？研究者たちが考えている現在の可能性の高い説明は、これらの天体が全て元は連星で、それがブラックホールの重力の影響で融合して生まれたとのことだけど、この天体が何であるかは未だ解明されていないそうだ。まあ、ブラックホールがまだ何なのかよくわかってないんだから、その重力が効かない天体とか、ますますもってわからないだろうし、そこは仕方がないよね。そりゃそうだ。ほんと、ブラックホールが絡むとただでさえ難しい宇宙がますます難しくなってしまうな。研究チームはこれらの天体の、さらなる発見に力を注いでいるみたいだけど、解明は難しいだろうと思う。だね。それにしてもブラックホールの力をもってしても飲み込めないとか。ああ、言い忘れてた。G オブジェクトがやがて星としての核を持って、強く結合した塵の外核を持つ特殊な天体を生むかもしれないという指摘もあったそうだ。一体どんだけ強い外核なんだろうな。もはやそんなの異次元だよ。てか、その話が事実だとすると、重力動向って話自体も、いろいろと覆っちゃう可能性があるよね。ほんと天文学者の人たちは大変だわ。まったくだ。で、今回のまとめだけど、ブラックホールに飲み込まれた星ってのは、とどのつまり。どうなるかはわからないってことだね。外観からは飲み込まれる様子とか、エネルギーを外側に放出しているのがわかるけど、飲み込まれた後はわかるよしもない、か、ますます謎が深まるよ。でも人類なら、全部は無理でも今ある謎ならいつか解き明かすと思うぜ。ゆっくり霊夢と。ゆっくりマリサだぜ。宇宙初期では今では考えられないものが存在したんだ。今はないけれど昔はあったまとな？そうだぜ、今では見られないものだ。何よ、気になるわ。それはブラックホール星だな。そんなものが本当にあったの？それなら今回は宇宙誕生初期に存在したとされるブラックホール星について解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。日本語に直訳すれば黒い穴を意味するブラックホールは、この宇宙で最も速い光、秒速約30万 km でさえも脱出できないほど重力が強いとされる天体だ。なんでブラックホールって呼ばれているの？
光では観測することができず、宇宙に開いた黒い穴のように見えると考えられたことから、ブラックホールと呼ばれるようになったというぜ。ブラックホールは恒星の最後の姿の一つなんだ。何よ、漫画の最終形態みたいな言い方して。太陽の約8倍以上の質量の星は、進化の最後に超新星爆発を起こすぜ。太陽の約30倍以上の星の爆発後に残る残骸の一種にブラックホールがあるんだ。もともとは欠片みたいなものなのかしら。ブラックホールには、恒星程度のものから太陽の数億倍まで様々な質量のものがあるぜ。ブラックホールってそんなに数が存在するのね。ここ10年くらいの観測研究で、宇宙にはものすごく明るく輝くとても質量の大きいブラックホールがあることがわかっているんだ。普通のブラックホールはどのくらいなの？普通のブラックホールの質量は太陽の10倍から100倍くらいだな。遠くの銀河には太陽質量の10億倍もある超大質量ブラックホールが見つかっているぜ。そんなに大きいブラックホールがあるのね。遠い銀河からの光を観測することは、その光が放たれてから私たちのところへ届くまでにかかった時間の分だけ昔の状態を見ていることになるぜ。これまで観測により見つかった最も遠い超大質量ブラックホールは、地球から130億光年前後の距離にあるんだ。そんなに遠いのね。つまり、138億年前のビッグバンから10億年程度で、すでに太陽質量の10億倍以上の超大質量ブラックホールが出来上がっていたことになるんだぜ。言われてみたらそうね。ブラックホールは、あらゆる物質を吸い込んで質量が増えていくことで成長するんだ。ブラックホールも成長なんてするのね。これは、長い年月をかければ、どんな超大質量のブラックホールにも成長できることを意味しているぜ。しかし、最初期の低質量ブラックホールは宇宙の誕生後、数億年で生まれているんだ。これは昔からブラックホールは存在していたことになるわね。超大質量までわずか数億年でブラックホールが急成長するというのは、発見以前に考えられてきたブラックホール成長メカニズムでは説明がつかないぜ。恐ろしいブラックホールもあるものね。ブラックホールの質量は周囲からガスなどの物質を吸い込むことで増えていくんだ。これが成長の源ってわけね。近年の重力波望遠鏡による観測では、2つのブラックホールからなる連星が合体したと見られる際の重力波も検出されているぜ。合体した？事象の地平面の内側に入ってしまうと高速でも脱出できないブラックホールは、永遠に成長し続ける天体のように思えるが、量子力学的な効果によってエネルギーを放射することで長い時間をかけて蒸発するとも考えられているんだ。またすごいことを見つける人がいるのね。この現象は提唱者のスティーブン・ホーキング氏にちなんでホーキング放射と呼ばれているぜ。またホーキングさんなのね。ブラックホールはいくつかの種類に分けられていて、その中でも太陽の数倍から数十倍の質量がある恒星質量ブラックホールと、太陽の10万倍から10億倍以上の質量がある超大質量ブラックホールの2つは特に研究が進んでいるぜ。ブラックホールにも種類があるのね。勝手にみんな一緒かと思ってたわ。恒星質量ブラックホールは超新星爆発を起こした恒星に由来するとされているんだ。質量が太陽の8倍よりも重い恒星は、最終的に超新星爆発を起こして外層が吹き飛ばされると考えられているぜ。この時、残された中心部分の質量が太陽の約3倍以上だった場合がポイントだ。どうなっちゃうの？地震の重力で収縮する重力崩壊が止まらなくなった結果、ブラックホールが誕生するんだぜ。こんな風にブラックホールができているとはね。恒星質量ブラックホールと恒星からなる連星では、恒星のガスがブラックホールに流れ込んだ際に硬着円盤が形成されると考えられており、硬着円盤やジェットから放射されたと見られる X 線が観測されているぜ。いつか見てみたいわね。超新星爆発後にブラックホールを形成するのは、おおむね質量が太陽の20倍以上の恒星とされているんだ。また、爆発後に残った中心部分の質量が太陽の約3倍以下だった場合、ブラックホールではなく中性子星が誕生すると見られているぜ。意外とブラックホールについてわかっているのね。一方、質量が太陽の150倍から300倍という大質量星が超新星爆発を起こした場合、爆発が激しすぎるためにブラックホールが残らない可能性を示した研究成果が発表されているんだ。かけらごと吹っ飛んでしまうのね。太陽系では海王星よりも外側に地球の5倍から10倍の質量を持つ未発見の天体が存在すると予想されているが、
この天体がおよそ138億年前のビッグバンと同時に形成された可能性がある、軽量のブラックホール、原始ブラックホールではないかとする説も提唱されているぜ。太陽系にもブラックホールがあるのね。ブラックホールというのは穴ではなく、天体ということを忘れちゃいけないぜ。確かにそうだったわ。質量が非常に重くて、非常に高密度な星だな。名前のせいでどうも星ってことを忘れがちよね。重力が強すぎて光すら脱出できないため、周りから見ると真っ黒にしか見えないがちゃんと実体があるぜ。実体があるのにないものとして扱ったらかわいそうよね。しかし、ただ単に質量が大きいだけではブラックホールになることはなく、かなり狭い領域に高密度の質量が集中する必要があるぜ。条件ってのもあるのね。一般的に情報は、光や電磁波等により伝達されないが、光などでも到達することができずその先の情報を知ることができない境界線のことを自称の地平線、もしくはシュバルツシルト面などと呼ぶんだ。相変わらず宇宙の名前ってのはかっこいいものばかりね。そして天体の中心へ行くほど重力が強くなるが、光も抜け出せない強力な重力の範囲をシュバルツシルト半径と呼ぶんだぜ。星の質量に比例してこのシュバルツシルト半径も大きくなるんだ。地球の質量だとどのくらいなの？地球の質量だと、シュバルツシルト半径は約9ミリメートルになるそうだぜ。地球内部にも光を全く外に出さないほどの、凄まじい重力の空間がごくわずかに存在するということになるな。言われてから気づいたわ。これが太陽の質量になるとシュバルツシルト半径は約 3km だ。超新星爆発を終えた後の天体の半径が、このシュバルツシルト半径を下回った時、光も脱出できなくなり、星の情報は一切伝わらなくなるぜ。不思議なこともあるのね。その天体は外部から肉眼で確認することもできずブラックホールになるな。それでも一応、星だものね。ブラックホールは活発な議論や発見が行われる天体だが、宇宙が誕生した初期にはブラックホール星と呼ばれる超巨大な天体が存在したとされているんだ。そんな夢の中みたいな話あるの？星の中心にブラックホールが存在するブラックホール星は、宇宙が形成された初期の短い期間にのみ存在が可能だった天体であると考えられていたんだぜ。かなりレアな天体じゃないの。ブラックホール星の直径は太陽の80万倍以上で、基地の最大の恒星であるスティーブンソン2の18と比べても380倍の大きさがあり、これまでに存在した天体として最大の星だったぜ。一般的に、新たな恒星は水素ガスが集まった巨大な雲の中で最も密度が高い場所に物質が集まり、大きな熱と圧力が発生して核融合反応が発生することで誕生するんだ。最大の天体ってかっこよすぎるわね。これらの星は核融合による放射線の放出とそれを押し戻す重力との間で成長することになるぜ。重い恒星は寿命が来て核融合反応が停止すると重力崩壊を起こすんだ。一方で、ブラックホール星が存在していたビッグバンから数億年後の宇宙は現在よりも狭く、高密度で高温だったと考えられているぜ。初期の宇宙ってのがまたいいわね。初期の宇宙では、ダークマターが集まったダークマターハローと呼ばれる巨大な構造が形成され、大量の水素ガスを取り込むことで最初の星や銀河を生み出したとされているんだ。ちょっとダークマターハローだけはネーミングがダサいわね。ダークマターハローの強い重力により形成された星は、繰り返し水素ガスが積もることで信じられないような大きさにまで成長したそうだぜ。食べ盛りのワンパク坊主と一緒じゃないの。質量と圧力が大きすぎる星はバランスを保つことができず、超新星爆発が起きても星は破壊されないんだ。そのためこの星の中心には、核となるブラックホールが存在し、こうしてブラックホール星が誕生するぜ。そんな風にできていくのね。一般的にブラックホールに取り込まれる物質は、ブラックホールの周りを周回するんだ。まるでイーストリゲームね。周回する物質は粒子間の摩擦により温度が上がり、放射線を出すことで周囲の他の物質を吹き飛ばしてしまうぜ。その結果ブラックホールはゆっくりとした成長を遂げることになるんだ。成長の仕方までちゃんとあるのね。一方でブラックホール星では、ブラックホール周囲の巨大な圧力によって物質が直接ブラックホールに押し込まれてしまうぜ。非常に激しいこの過程はより多くのエネルギーが放出され、どんな星の中心部よりも高温になるそうだ。ブラックホール星を見てみたかったわね。そのため、激しい放射圧が放出され、ブラックホール星はどんどん膨張していくぜ。太陽系の30倍以上の大きさになったブラックホール星は、
ブラックホールの極からプラズマのジェットを吹き出し、星を突き破って宇宙へと飛び出すんだ。星を突き破る？しかし活発になりすぎたブラックホールはブラックホール星本体を吹き飛ばしてしまったそうだな。まさかの自滅のパターンね。宇宙最大の謎の一つである銀河の中心に存在する超大質量ブラックホールは、現代天文学では説明ができないため、ブラックホール星の存在が認められることで説明できるかもしれないと考えられているぜ。このブラックホール星が鍵となってくるってことなのねー。一般的なブラックホールは何十億年を経てゆっくりと成長する一方で、一部の超大質量ブラックホールはビッグバンからわずか6億9千万年後には誕生していたと考えられており、ブラックホール星によるブラックホールは超大質量ブラックホールの元になった可能性があるんだ。また一つ真実に近づいちゃったわね。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、従来では観測が不可能だった初期の宇宙の観測が可能であるとされており、ブラックホール星の存在を観測できる可能性が示唆されているぜ。見れる可能性があるってことね。ブラックホールの中には星を構成していた全てのものが、一点に凝縮された特異点があり、物質密度が無限大となる、と考えられているんだ。じゃあブラックホールの中身はどうなってるの？現在では観測できないのでわからないな。肉眼では見えない中性子星が存在するだけという考え方もあるようだ。それはロマンがないわね。周囲のガスを全て取り込んでしまうとブラックホールの成長も止まるのがブラックホールだぜ。なくなったらどうなるの？他のブラックホールと合体することによっても巨大化するぜ。見えないだけで実体はきちんと存在しているのね。星の密集する銀河の中心部ほどブラックホールが巨大化しやすく、現在観測されている銀河の多くの中心部に超大質量ブラックホールが存在すると見られているんだ。これもブラックホール星が見れれば解決するかもしれないわね。今回は宇宙誕生初期に存在したとされるブラックホール星について解説したぜ。ブラックホールの中にでも入って解決しようかしら。事象の地平線では光でも脱出できないぜ。そんなのわかってるわよ。現在の人類の科学力では脱出不可能だから、これからの研究に期待だな。いつかブラックホール星が見つかった時また解説してほしいわ。それはもちろんだぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。どうしたんだ霊夢。腐ったまんじゅうみたいな難しい顔して。のっけからブレイにも程があるよね。っていうかさ、ブラックホールって本当にあるの？あるある。てか、これまで何度かブラックホールについて話してきたじゃないか。人間が遠巻きに見ただけでしょ。そもそもそれが本当にブラックホールかどうか。ブラックホールなんだよ。なんで断定できるの？人類はな、その存在に対して確証を得られるほどの理論を確立しているんだぜ。理論ねー、机上の空論に思えるけど。そこまで言うなら、今回はその理論を徹底的に解説してみようか。よろしく。難しそうだから思いっきり噛み砕いてね。2020年4月、いきなりどうしたの？14カ国の研究者からなる国際研究グループが、地球から約35億年離れたとある活動銀河の観察を続けた結果、その中心部にある超巨大ブラックホールにおいて、観測的ではあるもののとある理論が成立していることが判明した。とある理論？それがブラックホールをブラックホールと証明しているものかな？そうだ。その理論、いや、正確に言うならその命題をブラックホール脱毛定理という。胸毛の話？わっさーってなってないわ。絶対言うと思ったよ。このネーミングはアメリカの物理学者、ジョン・アーチボルト・ホイラーが1971年にブラックホールには毛がないと言ったことが由来なんだよ。ブラックホールに毛？脱毛定理？一体何言ってんの？一つずつ説明していく。ブラックホールに毛という表現についてだが、まずブラックホールは元が恒星だと知ってるよな？いつぞやに説明があったね。で、恒星は自分で燃えてるだろ？フレアとかプロミネンスとか、目まぐるしく活動してるじゃないか。なるほど、恒星から見える炎を毛に見立ててんだね。恒星が爆発してブラックホールになった後は燃えてないから、毛がないんだ。まあそういう解釈でもいいかな。正確には恒星の時にはあった物理的な何かが、ブラックホールになると一切なくなるからってのが理由だそうだ。ふむふむ。で、脱毛定理の方だが、これが今回の本題になる。今回は本題がやってくるのが早いね。少々長くなるからな。ここで切り出さないと尺が足りないんだ。難しくしないでね。やれる範囲でわかりやすくしてみるさ。
で霊夢、一般相対性理論って知ってるか？この理論こそが、ブラックホールが宇宙で形成される根拠となっているんだ。早速難しい言葉が出てきたよ。知るわけないじゃない。じゃあまずはここから、ざっくりになるが説明しよう。相対性理論には特殊と一般があるんだが、そうそう、そうやって紐解くような説明でよろしく。特殊は重力のない場所、一定の速度など、この世界にはない特殊な環境での相対性理論となる。一般は？一般は、重力も加速度も含めて考えられている、よりこの世界に近い環境での相対性理論となるんだ。これが何か関係あるの？てか、相対性理論って結局何なの？そんで相対性理論ってのはとどのつまり、重力場の理論で、ブラックホールが実在するかを語るにあたって欠かせないものなんだ。かの天才、アインシュタインが考えた理論だぜ。今のところは大丈夫、ついていけてるよ。よし、なら続けるが、ブラックホールってのは桁外れの重力があることから、それを含めて考える一般相対性理論が根拠になる。そうだね。先に一般の下りで重力って言ってるし。だな。で、一般相対性理論から導かれるブラックホールであるなら、質量、電荷、自転という三つの特徴しかなく、そしてその三つの特徴でしかブラックホールを区別できないんだ。これをブラックホール脱毛定理という。特徴が三つっておかしいよ。他にも事象の地平面とか、特異点とかあったじゃんか。それは、外側から見えるか？見えるわけないよね。だって、ブラックホールって入っちゃったらおしまいだし。だよな。つまり、その3つの特徴以外の知り得る特徴、情報ってのは、霊夢の言った事象の地平面に引き込まれて消失してしまうんだよ。つまり、3つの特徴があるんじゃなくて、3つの特徴しか残らなかったわけね。正解だ。ちなみに質量は、ブラックホールの希望、〇〇太陽質量と表現することから、その特徴があるとわかるな。うんうん。電荷については、まずそもそもブラックホールの大元は恒星であり、それが重力崩壊を起こして内に内に押し込まれている。超新星爆発のことだね。その通り、その時点で、電荷を持っている中性子などを取り込んでいるから、これも特徴として持っているとわかる。ふむふむ。自転というのは、この場合正確に言うと核運動量になるんだがよくわからんよな。これは、一言で済ますなら回転の勢いと解釈していいぞ。回転、自転、ブラックホールにそんなのあるの？あるも何も、実際超大質量ブラックホールの回転速度が測定されていて、その速度は高速だそうだ。つまり自転も存在していることがわかる。ライトニングプラズマ？ゴールドセイントじゃねえよ。そこは宇宙の話やってんだから、ギャラクシアンエクスプロージョンでいいだろ。そんなものリアルでやったら地球が滅ぶぞ。獅子座推しだからね。まあ要するに、この3つの特徴だけはブラックホールが備えているもの、事象の地平面の影響を受けないところだから残るわけだな。でさ、マリサ。うん。最初に言ってた超巨大ブラックホールに対して、その脱毛定理が成立してたら何なの？さあそこだ。実はこれまで、ブラックホールの候補となる天体が見つかっても、それが本当にブラックホールかどうかの検証はなされていなかった。そうそう、だから本当にブラックホールがあるのか、それがブラックホールなのか疑わしいんだよ。しかし今回の研究で、対象のブラックホールと思われる天体に脱毛定理が成立した。それはすなわち一般相対性理論が正しい、その他ブラックホールの理論が正しいということになるんだよ。なんで？もしその天体が脱毛定理を満たしていないのなら、それはブラックホールに近い何か、もしくは一般相対性理論やブラックホール理論が間違ってることになるからだ。だから、相対性理論とかブラックホールの理論が間違ってるんじゃないの？それはない。なぜなら最初に言った研究ってのは、ブラックホールと思われる天体を30年間追跡して、脱毛定理の検証精度を積み上げてきてるんだぜ。30年、宇宙から見たら瞬きにも満たないけど、人間には結構な期間だよ。なんなら人間の反省だし。その上で、追っていた天体をブラックホールと断定したんだ。逆に定理や理論に当てはまらない場合はブラックホールに似た何かになり、ある意味世紀の発見になるだろう。かいつまんで言うと、ブラックホールとしての条件が揃ってるのかな？そう捉えてもらっていいぜ。つまりはその天体が、真のブラックホールと決定づけられたわけだからな。それにって、まだ裏付けがあるんだ？ああ。それに、元はといえばブラックホールの存在を示したのは一般相対性理論だ。ここが破綻してたら前提がおかしくなるだろ？あ、そっか、
先に理論の方がブラックホールの存在を証明したからだ。でもどれだけ正確なんだろ？実例で言うなら、時計をそれぞれ飛行機と地上に置いて、飛行機で世界一周をした際に時間を比較すると違っていた、などがあるんだが。時の進む度合いが変わるの？不思議。それも一般相対性理論が根底にあるんだよ。だからこの理論は、合っていることが前提って言ってもいいだろう。ブラックホールが人間の杓子定規に収まったって感じだね。言い方が悪いけど。まあ本当に言い方が悪いが、その通りだと言わざるを得ないな。だからこそ、ブラックホールが宇宙に存在すると決定づけられたんだよ。なるほど、まだ少し不明な部分はあるけど、大筋理解できたかな？よかった。本当は一般相対性理論と研究者内容をもう少し掘り下げたいんだが、正直なところ一般相対性理論で動画が3つほど必要になるからはしょらせてもらったぜ。肝心のブラックホールがよくわからなくなるから、それはまたの機会でね。OK。ああそれとこれは余談なんだが、脱毛定理というのは別名、ブラックホール無毛定理とも言われている。今度はハゲの話だね。ハゲてないわ、それも言うと思ったよ。これはな、ブラックホールにデコボコがないからって理由だそうだ。いろんな見解があるんだね。名前一つとっても。さらに、特徴が三つってことで無毛じゃなく三本と唱える場合もあるんだが。まさか。そう、オバキュー定理とも言う。ただしちゃあーん、あんにすぎない？これだから科学者は。ただこのブラックホール、もうちょい毛があるんじゃないかとも言われてんだ。どういうこと？ホーキング放射って言って、まず元来ブラックホールは事象の地平面の関係で、吸い込むだけで何も放出しないと考えられていた。吸われないものがあるの？ああ。これは量子物理学になるんだが、耐性性って言ってわかるか？全くわかんない。耐性性ってのは、エネルギーにより粒子と反粒子が生成される自然現象なんだ。真空である宇宙空間では、絶えずそれが行われている。それが何なの？ブラックホールがそれを放出するの？まあ最後まで聞け。で、離れてしまった粒子は元は一つのため戻ろうとするんだが、事象の地平面が間近にあると片割れがそこに吸われてしまう場合もある。なんでもう片方は吸われないの？耐性性が起こった場所は、その時点でまだ事象の地平面外だからな。タイミングや場所によっては逃げ切れるものもあるわけだ。あ、そっか。宇宙空間のあちこちで発生してるから、それがたまたま事象の地平面で起こっただけなんだね。その通りだぜ。で、その逃げ切れた粒子がブラックホールから去っていく姿は、まるでブラックホールが何かを放出しているように見えるんだ。この様相をホーキング放射と呼ぶ。それが気になるの？まあそうなんだが、さらに事象の地平面内に入った粒子は、中にある何かしらの粒子とくっついてしまい今度は対消滅を起こしてしまう。本来は分かれた粒子同士がくっつかなきゃならないのに、事象の地平面で隔たりができてしまったことによる代替ってことだな。じゃあ逃げた方の粒子も、何かしらの粒子をくっついているんだね。そうだ。で、ここはかなり難しいんだが、耐性性により分かれた粒子というのは、粒子と反粒子となるんだ。そして、反粒子というのは負のエネルギーなんだが、それをブラックホールが取り込んでしまい他の粒子とくっつくと、ついた粒子の分ブラックホールの質量が減ることになるんだ。それはおかしいよ。だって事象の地平面の中でしょ？そこでくっついたり離れたりしても、別にブラックホールに何の影響もないじゃん。言ったろ？かなり難しいって。そして、反粒子が負のエネルギーとも言ったよな？ん？わかりやすく。無理。できるだけ頑張るが、要は、逃げられた粒子は他の粒子とくっついて飛んでいって、反粒子は事象の地平面の中で消滅することになるんだが、エネルギー保存の法則により各粒子にくっついた粒子は、離れた側の粒子と同じ質量でなければならないんだ。ここまでいいか？なんとか。すなわち、事象の地平面内で消えた反粒子にくっついた粒子は、飛んでいった粒子にくっついた粒子と同じ質量であり、それは同時にブラックホールの質量がその分だけエネルギーを放出したって解釈になるんだよ。言いたいことはわかった。でも、エネルギーを放出してないよね。中で消えた粒子はあくまで消えてて、外でくっついた粒子が飛んでっただけだよね。俺もそう思うが、正のエネルギーを持つ方の粒子を放出したという考えになるんだよ。あくまで一つとして考えてるんだね。そういうことなのかもしれないな。そんで、この何でも吸い込むブラックホールが宇宙空間にエネルギーを放射しているってことが重要となる。
なんで？粒子の放射なんて、些細ってレベルじゃないでしょ？あってもなくても変わらないよ。そうかな？粒子自体は確かにわずかな質量だが、放射しているという事実があるならブラックホールの本質そのものが変わることになるんじゃないか？まあ吸い込むだけから、少しでも出してるじゃ全く意味が違うもんね。そういうことだ。さらに研究を進めた結果、ブラックホールはエネルギーの放射により宇宙空間に圧力を与えている可能性があることも分かった。おお、数だけの天体だったはずなのに、いろいろ分かってきたんだね。まあ、あくまでこの研究が正しければの話だが、これによりさらにブラックホールの解明が進んでいくと考えられるだろうな。そっか、ここまで聞いてわかったけど、ブラックホールってすでにあるなしじゃなくて、宇宙に存在していてその解明にベクトルが進んでるんだね。そういうことだ。もっともこのプレッシャーによって、宇宙にどんな影響を与えるかははっきりしていない。まず、ブラックホールのことがあんまりわかってないから仕方ないよ。だが、従来人類が考えていたブラックホールよりもっと複雑で、実のところ研究はこれから難航していくだろう。間近で見ることができないし、観測だけで考えていかなくちゃならないから、そこは難しいところだね。だな。まだまだ時間はかかるが、確実に前進はしているんだから、根気よく研究を続けてもらいたいところだな。人任せでいささか気が引けるが、地表の地平面の1メートル手前で、穴が開くほど観察してみたい。ブラックホールは地表の地平面だけが危ないわけじゃないぞ。てか、すでに穴が開いてるように見えるっての。ちょっと今回は難しすぎるね。ある程度は分かったし、ブラックホールが実在するのも納得できたから満足だけど、一般相対性理論が根拠になるブラックホールは、噛み砕いたものをさらに咀嚼して液状化させないと、全く知らない人には理解できないからな。ご苦労さん。何様だ。じゃあ次は、霊夢の脱毛定理を始めようか。やだよ、その脱毛って、別の意味の。喜べ。3本だぜ。じゃあ、正しちゃーん。ハゲがまた一人増えたところで、ご視聴ありがとうございました。